皆様おはようございます。天才横山でございます。おはようございます、川村彩奈です。まあ昨日はね、あの広島の皆さんが歓喜に沸いた日じゃないかと思うんですよ。まあ広島でね、ビッグな出来事が起こりました。もう全国ネットとかでももうずっとやってたじゃないですか。そうです ね、それ一色でしたよね。いや本当もう栗がまさか10勝するとは誰も思ってないから、もう日本中がねその祝賀ムードだったし、広島ももう街頭インタビューとかですごい栗についてどうですかっていうのもみんながね聞かれてまあそうですよね。ここまでずっとね一桁止まりでしたもんね。そうなんですよ。いやなんかほら、エースになるのかなどうなのかなってやっぱみんな思ってた、そんな中で、やっぱその栗ってね、その昔ながらのやり方だったからどうなのかなと、やっぱ近代野球のやり方、そのちゃんと球数制限をやるとかね、ちゃんと筋力するみたいなことじゃなくて、意外とねその昔っぽい感じで、その骨太な感じで出てきたから、ああいう選手がね伸びてくれたらいいなってきっと思ってたはずなのよ。だけどやっぱ大瀬良がいたりとかするから2番手かなみたいな感じもあったけど、もう堂々とねエースの風格の10勝、いやー昨日はねやっぱわーって声出たね。まあそうですよね、そんなカープファンでしたっけ横山さんって。大好きですね。いや、まあ、もちろんそれもね大きいニュースではあるんですけど、結構ね、まあかなりのっていう、そうそうそう、ね、なんかね、あのさ俺まさかね、自分が生きているうちに、その自分が住んでいるところでみたいなことが、そう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 、ね、そうですよ。あの本郷町にコウノトリがやってきたってもうすごい飛来してんのね。あそうですね、コウノトリだよ。なんか幸せなことが起こるような気がしますけど、いやもう赤ちゃんだらけあ、まあそれももちろんすごい幸せなことですし、いやだからもう未来のこととかをやっぱ議論したよね。もちろんそうですね。このコウノトリが連れてきた本郷セラ、あのあたりも大量に飛来してるから、いやこんだけね少子化の中、赤ちゃんたちがこんな運ばれてくる、どんどん続々と、そうですよね、あの未来を生きる子どもたちにね、責任をどうっていうところも含めて、でもそれとは違うまた話題があった。ありましたよね。あった、やっぱ社会問題だよね。そうそうそう、西区でおばあちゃんが50万円のひったくりに遭いました。それは笑えない、いや笑えない。もうね少子化もある、そして老齢化、もちろんそうです。だからもう日本の2つのテーマみたいなのが昨日広島で両方、そうですね。いやだからそれは全国ネット出るわ広島が。まあそうですけど全部ひっくるめた話題があったっけ。あ大事なこと忘れてました。おはさん、そうですか、言うの忘れてました。やっと思い出した。すいません、昨日携帯を変えました。やっちっちゃい。これであのバッテリー地獄1時間前まで100あったバッテリーが1時間後に1になってるって、まさかのあのバッテリー地獄から俺は解放されました。今日も、もうほんと本番直前やってきて、いつもより足取りが軽いなって思ったんですよ。そしたらもう席に着く前にですね、もうほんとおもむろに、そしてわざとらしく、パッとポケットから携帯を出して、今何時だっけあれ今何時だっけって言って、ほら時計代わりにもね俺携帯してるじゃん。まあ、もちろんそうですよね、俺のってほら顔で開くじゃんパーンって今そういう機能ついてますけど、マスクしてるんで開かないんですよ。全然開かねえでやんのこいつまたでもね、ついこの間までものすごい汚かった携帯ケースもなんか青のちょっとメタリックなキラキラしたのに変わっててまた嬉しそうに持ってんですよ携帯を。俺さ、昨日その携帯をね iPhone8 8からね、12にしたの。ああ12ですか、今13そうですねが最新機器で出てて、で型落ちになって1週間ぐらいなの。で値段がガンって下がってるの、でもう機能もあんま変わってないよって言って、横山さんが使うんだったらこっちで十分だよって言われたから、ネットで買ってさ、それで、なんか近くのファミリーマートに届きますとかって取りに行ってさ、でそれを全部機能黒元にやっぱり
いクローゼットに頼ったんですか。私たち散々聞かれましたよね。ねえ、マコさんも手島さんもね、携帯借りるのどうやったらいいのかな、ね、どうやったらいいのかなって散々聞かれて、結局クローゼットさんに頼ったんです。すごいんだぜあいつ、俺のパスワード全部覚えてる。覚えてるのはすごいですね。しかも、ね、今回ちょっとね、横山さんね、パスワードが、その統一性がないから、でいろんなものすごいデリケートに変えてんのよ。なるほど。だからこれだと分かんなくなるから、一回全部パスワードをやり直しますって言って、で自分がものすごく覚えやすいパスワードに全部変えていったって。どうなの？すごいの。それどうなの？あいつ俺のペイペイ使い放題。確かに、つけといてくださいっていう。そしてカード番号、後ろの3桁も全部知ってる。あ、怖いな。恐ろしい。ものすごい信頼を置いてますね。もう性善説の極み。黒本さんだけは嫌われちゃいけないですね。いや、そうなの。名前は黒だが心は白いと、ね、いやいや、そう信じましょう。いやだけど、昨日ね、そんなまだ話題にならなかったけども、広島でほら総理大臣出たじゃない。話題になります。今もそれ一色ですよ。まあ正式にはね、10月の4日らしいんですけど、まあ、とりあえずね、主犯指名っていうことだったんで、まあ、ほら自民党の総裁になりましたよ、はい、そんなね、騒ぐことでもなかったけども、そうなるほどねみたいに思ったよね。なるほどね、と言いますか、はい、昨日トップニュース、はい、あの谷原さんがやってる番組で、一番最初からもう10個の項目がバーッと出てくるんだけど、 あの番組の1位はもう横山携帯を変える。そうですか、うん、あ、そう、1位です、ね、昨日のトップニュースね。そうですか、そうですか、で2位がやっぱ本郷セラにコウノトリ平井。あ、でした、うん、やっぱ未来を見据えてね、はいはいはい、で3位が西区で50万円のひったくり。そうですね、気をつけないといけない、ね、岸田さんはやっぱもうベスト10入ってなかった。入ってました。何見たんですか。夢の話ですか、横山さんが見た。眠ってたんですか。すごいね、勝ったね。ちょっとまさかでしたよね、最初ね、出た時に、うおーって思ったんですよ、うん、で、あのほら、これに国民の声が入っています、いや薄いのが、薄いちっちゃいのとか、いや何冊もあるんです。え、そんなのにみたいな、俺たちだったらネタ帳で1日終わりみたいな。これに1年間の国民の声がって言って、いやいや、そう、出してくださったものが、ね、あるんですよ。ちっちゃいな、その手帳。持ち運びしやすいよ、そうだね、そうだ、うん、あれをまとめてね、ちゃんと大きいのにしてくれてたろうなって思ってる。もちろんそうだ、書き終わったら捨てるみたいな。捨てちゃダメ、捨てちゃダメことしてないかなと思いながら、捨てませんよ。あの時とかね、見てくれもいいしさ、だから出走とかにも受けるんだろうなとかって思って、で自民党員の方々がね、どこ入れんのかなとかって思いながら、ワクワクしてて、でそこから河野さん出てきますよみたいな、やばいこれはまずい、そうです、石破さんが出るかもしれないよ、いやそうですね、負けたこれはまずい、高橋さんが出るよとか、あら、混ぜ食ってきて面白くなってきた。そう、本当にね、あと野田さんとかもね、野田さんありましたしね、あれ、野田さんと小池さんの区別がつかなくなってるみたいな。オリンピックや東京都仕切ってんのが野田さん、違います、小池さん、違います。でもそのぐらいね、混戦模様でしたよね。本当戦国時代みたいな、いやいやいや、いろんな武将が出てきますみたいな感じで、うんうんうん、ある意味ちょっとね、お祭りっぽくはありましたよ。 RCC のさ、はい、もう歩いて 50m ぐらいのところに池田勇人さんの銅像ありますね。だ、岸田さんもああなるってことかね。なるかもしれないですよね、もしかしたら。すごい、横に俺の像とか作ってくんないかな。いや、池田さん、岸田さん、横山さん、だから俺、吉川さん、奥田民生さんみたいな、なんかそういうラインの、あ、広島エンタメ、うんうんうん、ラインナップ、まあまあ客呼びますよ的な人。どこに作りましょうかね。で、遠くに布袋寅泰がっていう。全然吉川さんと近づかないんだけどみたいな。それもある意味ファンの聖地にはなりますよ。鳥取のね、いい家の北郎ロードみたいな感じにはなりそうです。いいね、通りを、あの RCC の近くのさ、殺風景で観光街のところをさ、いろんな銅像と、ね、はい、あと川村ちゃんの像とかもね、あ、いいですか、すいません、本当、あの小さくていいんで、ぜひね、発泡スチロールで作ってる。もう次の日にはもう鼻に赤ペン刺されてて、もう発泡スチロールだからさ、ひどいな、もうカラスにつつかれそうですね。カラスも川村ちゃん狙いなんじゃないの。そんな川村ちゃんが今日持ちました。あ、はい、本当今まで長いことありがとうございました。ね、
まあ9月そして10月っていうと、はい、放送局は改編時期になりますんで、はい、そうですよね、7年間、はい、勤め上げてきました午前様様、はい、今日は、はい、7年目最後ということになりますんで、じゃあリスナーの皆さんに最後のメッセージお願いします。そうですね、本当そう本当だ、今日なんですよ、7年前の9月30日に、はい、初めて午前様様出させていただいて、うん、でそこからもうあっという間に、はい、毎週毎週皆さんと楽しくお話をさせていただいて、うん、7年間が過ぎました、はい、今日、うん、2021年9月30日をもちまして、はい、私川村彩奈7年間の午前様様生活を終え、明日から8年目に入ります。おめでとうございます。おめでとうございます。ビバ川村ちゃん、よし大変乗り越えました。川村皆さんありがとうございます。ちょっとでも今話しながら泣きそうになってる自分がいたって。俺本当、おい山口も思いかけろ、山口も思いさよならの向こうが怖いみたいな。てってれ、ありがとうございます、皆さんありがとうございます。明日からも来週からも楽しく午前様様、川村ちゃん7年目今日が最後でございます。気づいたら7年も経ってました、びっくり。昨日さ、はい、中根で気づいたの、中根にリスナーの方がさ、はい、もう7年経って来週から8年目に入るんですよってのが来て、もうそんなかい、いやいや、この間入ってきたからね。そうですよね、うん、私もそう思ってます、うんうん、ほんとつい最近だと思ってたら、はあ、気づいたら7年。いやでもだって縁紙とか俺まだ入れてないもん。入れてあげてください、入れてあげてください。俺の中では仕様を解いてないからさ、解いてあげて立派にね。でも縁紙だから私たちが7年ってことは縁紙もそれだけ経ってるってことですから、あいつ4年らしい。そうです、そうです、はい、それもちょっとびっくりな気が、びっくりだよね、気づいたら経ってるものなんですよね。でもね、はい、俺が RCC に入ったのが32年前、はい、なの平成元年、いいなのね、いい、俺まださ本当に若手感があるの自分に。30年だった、先輩とかに何か言うて、はいはいって動いてた頃の自分が忘れられないの。恐ろしいですよね。もう私7年だったら、30年経ってもその気持ちなんだったら全然何も変わらない気がします。だってRCC は俺が入った時55歳定年制だったからね。いやってことは俺もう来年定年だからね。そうですね、間違いないですもんね。いや、こんなのを野に放ったら大変よ。間違いない、間違いない。誰かがねリード持ってかないとっていう、会社がちゃんとさ囲いを作ってくれて、サファリパークみたいにしてくれてないとさ、もうこんなにさ、まだ俺簡単に言います、ピチピチです。心はね、そしてキラキラしてます。そうですよね、そして頭がちょっとピカピカし始め点滅し始めました。そんな私が野に放たれてごらんなさい、ろくなことはないですよ、うん、間違いないですよ ね、 やっぱ会社とかが、ね、とか社会とかがちゃんと檻の中に多少入れといてくれないと、はいはい、まだ大丈夫よ、この中で働いて、そうです ね、 ね、ここで草食べていいよとかさ、ここで肉食べていいよみたいなことがないと、外出るとさ違う肉食べようとするじゃない。そうですよね、ちょっと新しい味をね覚えたりとかしますよね。そうなのよ。私も最近読んだ本に、はい、その20代のうちは、うん、女性はウサギちゃんでもいいけれども、まあ、会社勤めをしていたら、うん、30代近くになると、はい、ウサギちゃんから虎になる時期なんじゃないかって書いて。いやもう川村さん大丈夫ですよ、入ってきた時から虎でした。あれそうでした。まあそのね、噛むなこの子って思ってました。すいません、噛み続けて7年経ちました。横山さんも傷だらけで噛みつくな。そして CM 中の噛みつき方が最近血だらけになるぐらい噛むって。そんなことないですよ、すごいよね。いやいやいや、世の中の神羅万象を噛むよ、ね、噛みません、噛みません。私が7年間噛み続けてきたんだったら、はい、横山さんの体勢も上がってるってことですから。そうだね、そうです、そうです。俺はさ、その、まあ、番組中はさ、まあ、プロレスみたいなもんだからさね、例えばほらタイガージェットシンとさ、アブドラザブッチャーがさ、お互いに狂気使い合って血だらけでやってますけど、帰りはバスが一緒っていうさ。いやいや、そこは分けよう。ちょっとそれ見たらがっかり、ファンが見てる時はやめよう。ジャイアントババ、はあ、テリーファンク、ドリーファンクもね、はあ、まあ因縁の対決です、戦ってきましたよ、帰
帰りのバスは社長は別にしよう。そこはパンとしてるね。俺たちのさっきの思いを組んでくれよ。そう、交通費削減。そこの SDGs いらないわみたいな。その時代なかったと思います。ホテルまでエンタメ、うん、帰るまでそれやってもらいたい、ね、帰るまでが遠足ですしね。だから俺はリング上の戦いを河村に、はい、プロレスだからやってますよ。河村の CM 中の場外乱闘が激しい。いや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 、そんなことないです、そんなことない。俺ね、女って怖いってお前で初めて思ってるから。そうですか、横山さんにじゃあ新しい世界を見せた女として。いや、そうだね、誇らしく思っていこうと思いますけど。だからもう俺これから二度と恋愛ができないかもしれない。いや、キラキラしてください、横山さんも一緒に。いや、でも河村もね、はい、まあ、あの9月の終わり、7年目ということなんで、より一層今度は艶っぽくなってもらいたいなと思うのですけど、はい、あのへさかのプリンセスから、はい、今日で9月も終わりですね、今年もあと3ヶ月、はい、私の部屋に飾ってあるカレンダーは1ヶ月ごとにめくるタイプなのですが、気がつけば残りあと3枚、もうカレンダーがペラペラになってしまいました。1年って本当にあっという間ですよね。へさかのプリンセスもさ、御前様様参加してくれるなんて本当長いのね。そうですね。ただまあちょっと脇が甘かったなって思うんですけど、あれ御前様カレンダー使ってないんだねっていうところがね、ちょっとね、おやおやおや、うんうん、確かに残りあと3枚って言ってますからね、うんうんうん、御前様カレンダー使われてる方残りあと90枚あるはずなんですよ。ね、まあ確かに少なくはなったけどまだたっぷり、まだありますから ね。そっか、あ、今年分はないのか。あ、あれ去年だって。そうですよ、カレンダーって去年、今年使ってないの。今年だから春フェスとかはありましたけど、あ、あれそうだっけ。早い ねそんなに前だったんですね。あ、そう、俺気が甘いのはどっちですかね。俺御前様カレンダー今朝めくってきて。いつを生きてるんですか。やべ、あれ2年前なの。そうでしたね、そっか、2020年版だったから。そうだ、ね、毎年出してないんだ俺たち。毎年は出してないですね。あ、そう、それはへさかのプリンセスが正しいわね。え、本当にごめんなさい。いや、それは本当河村がね、本当申し訳なかったですよ。いや、私じゃないです、私じゃない、河村気づかなかったってこと。いやいやいや、と俺あの間違いに乗っかってきたってこと。いやいや、ちょっとごめんなさい、思いました。ちょっと横浜さんが締めくりカレンダー使ってないんだねって言った瞬間に、あれ去年の分だったっけと思ったんですけど、思いましたけど、まあ、ごめんごめん、カレンダー作ってなくてごめんなさい。そうですね、そうですね、本当に申し訳ないですね、うん、じゃあ今年ももう慌てて準備します。今から今からですか、今から、うん、あのチラシの裏とか、チラシの裏とかになりますけど。いや、私たちの方が裏側になります。その代わりめくったら特売日が分かる。嬉しいですね、それはね、どこが安いかなっていうの。まあ日付は頼りになりませんけど。いや、今からちょっとね、どうですかね、まあ、なんとかしようよ、手書き手書き手書きで5人。あ、まあ確かに手分けすればなんとかできるかもしれないですね。できる、あとはそれを印刷かけて、だからスタッフが1人2ヶ月分かけばいいわけでしょ。いや、私たちも写真貼ったりとかすればいいわけでしょ。私たちも仕事が回ってきますよ。もうちょっとじゃあ大急ぎでね、うん、俺だってちょっと今右手骨折してるから字書けたから、お前書いてくれ。してません、してません。さっき携帯変えたって言ってる人が右手骨折してる。今両手を複雑骨折してるから。ものすごい動いてますよ。ラジオネームみけの姉ちゃんさんです。はい、娘婿が大きなタイを釣ったのでもらいました。50センチはありそうです。旦那がさばいてくれて刺身と煮付けにして、え、片身は近所の人にあげました。やっぱりうまいです。あー、ね、河村のめでたいことが今日あったのにね、うん、まあ、お頭付きだったわけでしょ最初は。そうですね、50センチはありそうな、うんうん、いや、ある意味そうですね。でも話題を分けていただいて、うん、そうだ ね、まあ、ね、なんか普通だったらね、幸せのお裾分けですよね、うんうんうん、とかって話だけでもね、幸せな気分になりますねとかって言うけど、まあ、食べないと全然幸せじゃないってことですよ俺たちもね。だから人がタイ食べた話聞かされてもね、タイはね、やっぱどうしてもね、うん、新鮮さっていうものが命ですからね。そうだね、食べていただくのちょっとコリコリしてんだよね刺身だとね、タイはね。あ、そうですね、うん、そうですね、タイですからね。まあ食べたことないから分かんないけど。食べたことあるでしょ、54年も生きてたらあるに決まってるじゃない。魚を食べたことがない。いや、逆にじゃあ何を食べて生きてるんですかって話。牛。
他にもいっぱいあると思いますけどね。いい人生ですね。ラジオネーム篠野メロウの旦那さんです。はい。今朝は雲一つない爽やかな青空のもと、会社の車庫に着くとフロントガラスが夜露で真っ白でした、うん、ワイパーで一拭きしてから出発しました、はい、こういう一手間が必要な季節になったんですね。今日もよろしくお願いします、うん、そうだね。もうちょっとするとね、その屋外に車止めてらっしゃる方とかを、うん、車乗ろうと思ったらちょっとお湯かけたりとか、うん、水かけたりとかして、ね、なんか溶かしてからみたいになるよ ね、はい、ねすぐね。しかもなんか最近特に暗くなるの早くなったなって思いますもんね、うん、あっという間だよね。本当あっという間に秋が来たよね。多分あの田舎のおばちゃんとかね、はい、方々は本当に最近もう夏からすぐ冬だよねって、うん、秋がないよねって言うよね、二期生になったねって話を ねしますよね。言う。でも今がまさに秋だからねということを忘れそうです、ね、言ってんだよね。はい、移ろいが早いのが秋なのかもしれませんね。ねえ、だけどそんな移ろいやすいリスナーの皆さんと共に長いこと楽しんでいただきます、はい、御前様様ですが、今日は川村が7年目、ありがとうございます。来週から8年目ということで、よろしくお願いします。今日も気合い入れてお送りしようと思う、はい、御前様様、今日のメニューです。10時20分頃は御前様通信です。昨日の自民党総裁選を受けまして、にわかに政局も慌ただしくなってきましたが、この方も今後に向けてお忙しくされているのではないでしょうか。今日のゲストは社会風刺コント集団ザ・ニュースペーパーから神石高原町出身の福本秀さんに電話でお話を伺います。まあね、あの今回の総裁選を受けてね、はい、何の戦力にもならなかったっていうことだと思うんですよ。そうですか、うん、だってやっていたモノマネが石破さんだったっていうですよね。ことごとくね違う、出てなくないってやつ。麻生さんもねいらっしゃいませんでしたし、まあ、安倍さんもねそうですしね。そうだね、あれあれっていうイメージない方がね今回総裁選岸田さんになられたんで、はい、ザ・ニュースペーパーってさ、それぞれの持ち分があってね、はい、でいろんなモノマネをやられてますけど、多分岸田さんいなくない、そうザ・ニュースペーパーの中に人材がそして言うほど特徴がなくなくないと思うんだよ。だからどこを捉えるかですよね。本当にだから昨日の記者会見とか含めても、うん、これでもニュースペーパーの福本さんがされるってなったら、うん、どういう風にある意味料理されるんだろうなというか、ある意味面白みがないもんね。キャラクターとして癖がないから、そうですね、うん、ある意味いい意味でね、そうなんですよね。だから福本さん今どんな心境でどんな準備をこの次のコントに向けてされているのかということ。 100% ラジオなのに、はい、スタンバイ完璧にしてメイクとかしてるんですよ。本当に優しい方ですよね。はい、でも今回の御前様通信はね、はい、総裁選を受けましてザ・ニュースペーパーから福本秀さんに電話で登場していただきます、はい、そして9時台と11時台にお送りしている御前様会議ですが、今週は油かたぶらというテーマでお送りしています。はい、今日も皆さんからたくさんのメッセージ待ってます。御前様様木曜日では行きましょう。朝の運試し御前様クイズ。このコーナーは天人の藻塩の提供でお送りします。クイズの正解者の中から抽選でお一人の方に釜狩り物産から天人の藻塩ギフトセット3000相当をプレゼントします。応募の際にはクイズの答えと住所氏名年齢電話番号をお忘れなく。では今週の御前様会議のテーマ油かたぶらから、今日は川村彩奈問題です。油で考えると、うん、まあ、確かに日常生活の中で油に触れる機会って多いなと思います、はいはい、でもちろん料理で使うごま油、サラダ油、あとオリーブオイルとか、うん、米油とかいろいろあるなと思いますし、うん、普通の料理以外の中でも、まあ、アロマオイルとか、あ、そうだね、結構家でそのラベンダーの香りとか、はいはいはい、あとちょっと柑橘系だったりとかっていうのを炊いたりすることも、優雅な生活です、もうね、いい女になってますツヤっぽく、形からしていこうなと思って、周りから攻めていきますそうなんですね中身を伴わないんですけど、でそんな中で、はいはい、日常生活
家で使う油に関して、うん、今すごく悩んでることがあります。さて、私は油に関して何を悩んでいるでしょうか。うんうん、もう家に帰ってから漫画見るか、うん、ゲームするぐらいのことしかしてない。まあ、簡単に言うと油を売り続けているっていうことに対する自分の日常に怒りで火がつきそうになった。ダメじゃんこんなことじゃん。カメラちゃんもう、カメラちゃんもうって自分で。ずっと。いやいや、怒りの炎を燃やしてる。まあ、そういう時期もありましたけど、はい、今はもう先生、いろんなことしてます。いろんなもの、いろんなことをしてます。いろんなこと。はい。刺繍だったり、読書だったり、ね。はい、はい。その未来につながる。刺繍って死ぬ匂いじゃないよね。違いますよ。家に帰ると刺繍がしてます。何の刺繍がするんですか。そう、魚とかお肉とか冷蔵庫の中にありますけど。あれ私から。ね。まだまだ賞味期限、賞味、いや私賞味消費みたいな。いや、ゾンビになっても生き続けます。何度でも生き返ります。それなそうだね。 そして噛む。そうですよ、そうです。相手も一緒にゾンビにします。一回いっちゃあ噛む、一回いっちゃあ噛む。一緒にゾンビになりましょう。違います。何だろう、家、はい、家で油、家の中の、はい、油ですね。料理をする、はい、その時にほら、ガスコンロがあるじゃないですか。ええー、あります。あれ、1個ですか ?2 個ですか3つあります。そんなあんだ、はい、すげえ、欧州。ヨーロッパみたい。結構ありますよ、ね。欧州。寒いとこの欧州。そうですね。火使いますもんね。うん、はい、まあ、確かに油、ね、料理することあります。油料理した後のその油を置く場所が、そのキッチンの広さのせいで困ってる。あ、そうですね、うんうん。それは確かに一人暮らし用なんで、はい、全然広くはないです。うんうん、でも、そんな中でも、こう切るところとかあるじゃないですか、はいはい。カッティングするエリアみたいなのが、うん、なるべく広いところを選んだので、はい、ギリギリ保てます。うんうん、ああ、はい。だそのサラダ油をね、置く場所がないからもう、トイレの隅にこう置いとくみたいな。置かないです。絶対置かないです、そこには。で、間違ってそこに押し食ったら、パッ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 。ポップコーンできるときにパン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 みたいになるから。なんで常に温めた状態なんですか。あっちとかって言いながら。わざわざ。いや、お手洗いに油を温めるシステムはないですよ。さあ、はい、川村彩奈は、はい、家で油についてですが、はい、ね、ある悩みがあるんです、うん、私は油に関して一体どんなことで今悩んでいるでしょうかというのが今日の問題とさせていただきます、はい、皆さんからの予想をお待ちしています。すべてのコーナーへの宛先はこちらです。ファックスは 082-221-3300 082-221-3300 です。メールは午前様様専用アドレス午前@rcc.net、アルファベット小文字で gozen@rcc.net です。応募の締め切りはこの後の天気予報が終わるまで。答えの発表は10時の頭、当選者の発表は番組のエンディングで行います。午前様クイズ。このコーナーは天人の藻塩の提供でお送りしました。平成ラジオバラエティ午前様様、 RCC 本社第2スタジオから。ねえ、ゆうじ。早いもので、9月も今日で最後だね。そういえば、2014年の今日、あやなは午前様デビューしたのよね。あれから丸7年。あやな、ちゃんと役目を果たせてるかしら。小器用に見られることもあるけど、本当は不吉兆だから不安で。え?どんな風に不吉兆かですって?あんな感じかな。この野郎。ハッ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 この野郎。ほらはほらほらへたかはたたよしこれでかしおった。最後痛そうだったな。おったな、あれ。
本日の演目ですけども1979年放送テレビ時代劇必殺シリーズ第14弾飛べ必殺裏殺しより歴代の仕事人が華麗な技で鮮やかに悪人を仕留める中殴る蹴る石を投げるという暴力で相手を痛めつける和田アキ子演じる和歌の愚直さこの野郎ブラッパーウェイハッキャスペシャスおい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 ウェイキャスペシャスペシャスあ、折れたどうも最後いやー、折れた最後首が回ってましたやばー、河村さんにほんと骨が折れる今日もお昼11時40分まで生放送でお送りします。広島市中区元町上空ですけど、まあ真っ青いい青空ですね。ほんと綺麗な青空が広がってますけども、はい、今日はこの後どんなお天気になるんでしょうか。岸さん、はい、おはようございます。おはようございます。まあ今日も暑くなりそうですね。今日も暑くなりそうです。もう9月の最終日なんですけどね、うんうん、30度近くまで上がってきそうですよ。はい。それから今青空なんですけど、うん、今日だんだん白い空というか雲が多くなっていきそうなんです。そうなんだ。なぜかというと今日本海に前線に伴う雲の帯が広がってるんですよ、はい、それが少しずつかかってくる見込みです。この時間で県内よく晴れてるところほとんどなんですけど、うんうん、午後になってくると北部の方からだんだん雲が広がりやすくなって南部の方も雲が次第に目立ってきそうです、はい、あと大きな崩れではないんですけども山沿いなど一部パラッとパラッとにわか雨が降るところあるかもしれません、うん、まあ、日中は30度近くまで上がるということでね、はい、昼間は半袖でちょうどいいくらいですね。はい、はい。それとあの非常に強い台風16号なんですが、今日本の南の海上にありますがこのあと北東に進んで明日関東の沖合八丈島のちょっと南あたりを進んでいくと見られます、はい。まあ、県内には大きな影響はないです、うん、ただ明日はですね北風がちょっと強くなりそうですから少し洗濯物とかはねしっかり止めておいた方が良さそうですね、はい、お天気の方は明日はしっかり持ち直して晴れてきそうです。はい。ということはまあまあそのにわか雨の心配がちょっとあるかもしれないけども基本的には今日明日と洗濯物はしっかり干せますよってことですね、はい、そうですね大丈夫だと思います。はい。実は最近ちゃんと洗濯してます？してますよ。もうガラ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 よく洗ってます。うん、ガラガラガラどんな洗濯機使ってるんだろう。年末の福引きみたいなガラガラガラこれ週末はどうなんですか。週末も非常によく良さそうで、うん、カラッとした晴天になりそうですよ。ただ朝晩が冷えて日中と朝晩すごく大きく気温差ありそうですからそこには気をつけてください、うん、はい、わかりました。今何か目立った警報や注意報は。はい、注意報も警報も今は出てません。はい、わかりました。じゃあ、 あのガラ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 やるときはちょっとね干すのは手伝いますね。嫌ですねちょっと遠慮してきます、ね、ありがとうございました。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。天気予報は岸さんでした。お便り様様、このコーナーは日本行動の提供でお送りします。ラジオネームゴリゴサーティンさんです、はい、昨日中学生の娘の学校は体育祭でした、うん、その体育祭は無観客でしかもダンスとリレーの2種目ということで娘曰く体育の延長とぼやいていました、うん、でも昨日帰ってくるとダンスは優勝したいよという話を皮切りに、うん、体育祭のことをとても楽しそうに話してくれました、はい、明日からは授業も通常通りになり週末からは部活も再開とのことで、うん、ウキウキも隠せないようでした。すごいね。もうダンスと走るだけだってもう、うん、ほぼもうパーティードレスとかで言って6名間みたいな全部言うある意味そうですね。ちょっと優雅な、ね、催し物に雅な感じにもしてほしいよね僕の作文、私の作文、
このコーナーはもみじまんじゅうの錦堂の提供でお送りします。さあ今週も福山市立常金丸小学校の皆さんが登場。今日紹介するのは2年生佐藤杏さんの作文。タイトルは押し相撲。押し相撲。常金丸小学校2年佐藤杏。私は校長先生と遊ぶのが大好きです。校長先生とどんな遊びをするかというと、それは押し相撲です。朝の会の前に校長先生がおはようございますと教室に入ってきます。私が遊んでくださいと校長先生にお願いをすると、何をしますかと聞かれるので、押し相撲をしてくださいと答えます。校長先生は私の線に合わせて9となって手を出してくれます。私は校長先生の顔と手のひらの両方を見て、今だと力いっぱい校長先生の手のひらを押します。でも校長先生はどっしりと構えているので、私の力ではびくともしません。力を入れて押そうとしたら、校長先生がパッと手を伸ばしたので、おっとっとと校長先生の足の間にすんのめってこけたこともありました。たまに私が勝つ時があります。その時はすごく嬉しいです。もう聞いててほっこりしますね。すごいね、校長先生との戦いの話を手押し相撲でね。でも私の時校長先生ってすごい遠い存在だったから、なんか意外だなと思って。校長先生と話したことも触れたことも何もないよね。ねえ、だからアンさん、もし勝ったら校長先生にしてもらったらいい。そうだね。あと声も可愛かったし、読み方も可愛かったし、でも遊んでくださいっていうのが可愛い。焦ることなくちゃんと読んでてね、うまかったね。ねえ、今週は福山市立常金丸小学校、今日は2年生佐藤杏さん、押し相撲をお送りしました。明日は6年生です。寺岡由衣さんの作文をお送りします。どうぞお楽しみに。御前様会議。このコーナーはリサイクルの本田春草商店の提供でお送りします。今週のテーマ、油かたぶらですが、はい、つるちゃん40代さんです。焼き鳥屋さんの付け合わせなどで出てくるごま油と塩だけで和えてあるキャベツが大好きです、うん、エンドレスで食べられます、はい、家でも簡単にできるので、焼肉、豆腐、サラダなど何にでもつけて食べます、うん、ごま油と塩だけというシンプルな組み合わせなのに最強と思っています。うん、わかる、うん、美味しいですよね。美味しい。焼肉屋さんとかでも食べますよね。すっごい美味しい、はい、そう。ただ油断しちゃいけないのが、それに匹敵するただ置いてある塩とキュウリっていうのがもう最高だなこれ。油もんなとか最高だなこれって意外とキャベツを上回る時あるんだよね。最もシンプルなんですよね。ただ俺カッパかっていうぐらい僕置いてある、ちょんちょんってカリッカリッカリッ、これこの店で一番うまいなっていう時あるよね。ラジオネームストレートマンさんです、はい、昨日は家で初めて足湯にチャレンジをしてみました、うん、疲労回復にいいということで本を読みながら15分ほど使ってみましたが、はい、だんだんと体がポカポカしてきて、ふくらはぎのあたりもかなり楽になりました、うん、今日の夜も足湯をやってみようかなと思っています。どういう風にしてるんですか？足湯ですか、うんうん、浴槽にすっすごい薄くお湯溜めて。あ、そういうことですか。シンプルなやつなんですか。シンプルじゃないですか。ああ、じゃあお風呂場に本とか持ち込んで、うん、足だけ突っ込んでやってるってこと。そう、多分じゃないですか。俺部屋でやってんだと思ってた。オケかなんかに入れて。あ、オケ、ありそうですけど。ありそうじゃん。でもちょっとこぼれるとものすごいテンション下がりますよね。でね、夏になるとそれでちょっとそうめん食べたりとかして、うん、いや待てみたいな、使い方がおかしいぞみたいな状況なんだと思って。そんなそうめんは食べたくない。そういうやつね。うん、多分。ニュースからさわです。中国新聞ニュース。ED 薄毛治療専門の
イースト駅前クリニックの提供でお送りします。来年2月に開催される北京オリンピックの観客は、新型コロナウイルス感染防止のため、中国本土に住む人に限定されることになりました。午前様様、むちゃくちゃいい天気。そうでしょうね。日差しもたっぷり降り注いでね。最高ですね。ただまあちょっと日中はね、暑くなりそうですよと、いうことですけど。はい。鼻かゆいですか？鼻がかゆかったです、うん。鼻の中に今入れて。鼻の中には入れてないです。鼻をずっとかゆいでしょ。鼻と口の間がちょっとかゆかっただけです。鼻がかゆかった。ポリポリっとしただけです。あ、はい。ポリンキー、ポリンキー。ポリンキー懐かしい。ポリンキー可愛いですよね。懐かしいな。まあでもね、もうスーパーにもね、いろんなハロウィン仕様のお菓子が並んでますもんね。ハロウィンか。そうですよ。ハロウィンジャンボも出てるからね。ああ、まだ宝くじ、そうですね、ええ。夢ありますね。来週の火曜日か。ええ。が淵上の誕生日なんだよ。はい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 、はい。あいつは、うん、自分の誕生日にハロウィンジャンボを買うって言ったよ。自分で。いい、でもなんかいいことありそうな気しますよね。ありそうな気するよね。うん。いいですね。ちょうどいいよね。ちょうどいいと思います、うんうん。うん。どれぐらい買うんだろう。でも当たるといいですね。当たるといい。でも、ね、当たって言わないだろうな、あいつな。言わないですかね。まあ、どれぐらい当たったかにもよりますよね。そうだよね。うん、言える額だったらいいですね。うんうんうん、笑えるぐらいだったら、ね。笑えない時があるから、たまにね。そうです、そうです。まあ、当たれば何でもいいんですけどね。ラジオネーム、ケスノビッチの母さんです。はい。いよいよ明日からは緊急事態宣言解除ですね。ずっと休館になっていた私の職場ですが、臨時職員の私のお休みもやっと終わります。うん、長かった、はい。昨日今日と開館の準備で仕事になりました、うん。いろんな作業をしながら誰かと会話をする、笑う、たったそれだけで楽しくなります。はい、だらだらと過ごしていた緊急事態宣言中ですが、暇がありすぎると何もする気にならないということも改めて実感をしました。うん、そうだね。ええー。まあ、RCC もね、はい、その緊急事態宣言中は、その館内に外部の方を入れないみたいな。そうです。だからゲストの方とかも全部リモートだったりとかしてたんですけど、はい、まあ明日からちょっと解除になるっていうことなんで、はい、まあラジオカーとかもそうですよ。そうですね。はい。はい、明日から出てきますからね。はい。もうね、いやー、でもね、新しい子がラジオカー、一人入ってきて、昨日、そうです。あの、ずーっと会社の中を回ってて、はい、で、ほら、ラジオカーってほら、顔自慢じゃないじゃん。いやー、顔も自慢ですよ。カメラ必ず言うけどさ。言ってません、私全く。ラジオカーってねーって。いや、喋り重視で撮ってるじゃないですか。そんなことないみたいなことをカメラ CM 中で言うじゃないですか。喋りも大事で、見た目も大事。あと、うん、特技も大事。ああ、そう。ね。なんか、特技優先みたいな。あ、待って、ラジオカーって一芸入試みたいな。あんな感じで入ってくるから。いや、ほんと個性豊かなんですよね。で、今回の子は、可愛かった。はい、ねえ、今回の子はっていうのまた。どういうこと言います？すぐ新しい本なびくんですか？今回の子は可愛かった。私もあの、昨日ご挨拶させていただいて、はい、髪もなんかサラッサラで、はい、で、なんか本当にこう、爽やかな感じの、うんうん、目鼻立ちもはっきりしてる。はい、で、マスクの奥が見たいって。あ、そうだね。マスク美人かもしれないからね。いやいや、マスクマンだから。マスクマン。まあ、みんなそうですけど、うん、今。それこそすごいなんか楽しそうと思って。いつからって言ったら、うん、11月からですって。おー。で、1ヶ月間研修して。そうです、ね。で、まあ、運転免許を取らなきゃいけないってことだし。いや、持ってる。持ってることがまず。で、その子だけ運転免許もし間に合わなかったら、馬とかで、はぁとか、はぁって言いながら。いつの時代ですか。俺、そういえばさ、馬で思い出したけど、はい、あの、角川春樹事務所。ええ。からさ、はい、その、ほら、俺の本出してくれた岡山さんが担当してるさ、はい、作家さんで、その、新しい方が、広島から出てこられますって。おぉ！んで、はい、その、角川春樹の小説賞みたいなのを受賞した方が、デビュー作で、かけるっていう作品を出して、はい、でさ、もうこれ、そうそうたるメンバーがさ、その、いわゆる、その、キャッチコピーみたいなの書いてるの、はい。北方健三さん、とか、近藤敏さん、とか、角川春樹さん、吉川晃司さんとか。で、俺も頼まれたの。はい、で、あの、横浜さん、締め切りが今日ですって言われて。で、その宣伝文を書いてくださいって言われた。で、20時から30時って言われたの。はい。もうこれがさ、昨日、はい、夜中さ、20時から30時の宣伝文、何にも、もうちょっと書いたらオーバーするの。そうですよね、うん。絶妙な難しさですね。そう。ね、だって57577だって、うん。超えますね。あれ17文字だからね。そうです。あ、そうですね。うんうん、じゃそれよりも、その2倍ぐらいってこと、ね、あ、575だったらね、77があったらあれだけど、だから575ぐらいで書かなきゃいけないのよ。はい。
たらもうさ、その、まあ、ちょっと話したけどさ、風の匂いがするような作品だったり、はい、大地の土ぼこりがするような、まあ、簡単に言うと、その戦場にさ、当時の時代のさ、はい、自分がいるかのような描写なの、はい。で、それを伝えたいんだけど、なんて書けばいいんだろうと思って、もう何十パターンも書いてて、それ全部入れ替えたりとかして、はい、これでどうでしょうかつって言って、昨日送ったの、はい。返事が来ないんで。あれあれれれれドキドキするね。岡間さん。で、ほら、このさ、はい、9月の終わりぐらいからさ、うん、その ACC の CM コンテストの審査員もやらされてさ、はい、で、もう全国の、そしてもう名だたる企業の CM の審査員をしてさ、ラジオシーンも何百本も聞いてさ、はい、とかそういう書評も書いたりとかしなきゃいけない。もうなんか審査される側から、審査する側だったり、はい、紹介される側から、する側に回ったりとか、まあ年齢的にも立場的にもなってきたじゃない。はい、たらもうセンス問われるね。なんか自分をちゃんと磨いとかないと、はい、あ、ダメだ、錆びてる錆びてると思うとかいっぱいあるね。そうですね、うん、なんかお笑い番組とか、はい、その審査番組とか見てても、うん、その審査員の方が何をおっしゃるかによって、はいはい、すっごいそれでこう、うん、作品が豊かになったりとか、うん、コントがここが面白かったなって深くなったりしますよね、はい、愛が問われるみたいなとこありますね。あるよ。で、その人の人間性もそうだったりとか、その作品に対する思いだったりとか、あと自分だったらこうしてほしいとかさ、はい、いろんなものがあるじゃん。だから俺が小説書いた時に爆笑の太田さんに、はい、ね、その帯を書いてもらったりとかしたけど、ああいうのって悩んだんだろうなとかつって。そうですね、うん、どこに焦点を当てて、はい、何に特化させるかとかね、うん、いろいろあるでしょうね。あれだから昨日岸田さんがさ、はい、その、まあ、自民党総裁になったってなった時に、あ、失礼だけどスピーチが上手いと思ったのね。で、もっと弱々しいんじゃないかとか思ってたけど、あ、スピーチがいいと思ったのね。だからこう、歯切れよく、うん、で、みんなに分かりやすい政治とかやってもらったらいいし、はい、あとはまあ何はともあれ広島ですから、河合案里の問題とか、はい、河合夫妻の問題ちゃんとやってもらいたいと思うし、うね、あとは森竹問題のこともそうだったりとかするし、うん、もういろんなことが、ね、その桜を見る会だってもそうだったりもしてるけど、あれをさ、なんかちょっと一個だけ気になったことがあって、はい、あの、もしも必要とあらば説明をしますっていう言い方をずっとされてんだよね。あなたは必要としてんですかっていうことですよね。うん、こっちじゃないです、そっちですよ、つって言って。こっち側聞くだけですから、そっち側が必要としてると思うんだったら言ってほしいし、はい、必要としてないと思ったら言わなくていいですよ、つって。うん、でも、それであんたを問いますからね、っていう気がするからさ、これが今まで他のとこだったからさ、地域が。はい、そう、市長がね、だからトップが広島になるわけじゃない。たら、やっぱみんな、その、優しさもあるけど、厳しさもあるからね、とかって、思うからね。うん、で、特に、これからの子供たちに向けて、どんだけ昭和するんだっていうところがあるじゃない。そうですね。あるよ。私たちの代表でもあるわけですからね。はい。だからもう、願望もあるし、うん、はい、思い願いもあるし。ええー。で、本人も、熟知たる思いで、はい、おーって、やっぱ、あのさ、名前が言われた時さ、ちょっとのけぞったんだよね。おーやっぱなるよねって思って。そうですね。しかも、どんな表情もカメラにね、うん、抜かれてるわけですからね。はい。で、ちょうど、あれが発表あった時さ、はい、俺携帯を移行してたのね。あー、データを。ああ、だから黒本もはーうまくいかない、で、LINE のこっちからこっちからのちょっと携帯のデータの移行がうまくいかないって、はいはいはい、黒本も岸田さんもそうですね、まあ生活は続いていくっていうことですよ ね、 そうだね。同じポーズ同じため息でも全然一人や首相一人はあの先輩から携帯の移行を頼まれてるって感じ方はね、またそれぞれあるですよね。いや、本当だから、本当記者さんには、はい、あなたは説明が必要と思ってますか、うん、思ってませんかっていうのは、ええ、もう多分これから、まあ、地元アンギャとかいっぱいあるでしょうから、はい、だからもう党員の方々聞いてらっしゃったらもうぜひお願いします。そうですね。ちゃんと恥ずかしいので、はい、全部ひっくるめて期待ということですね。もうそうです、そうです、本当そうです、はい、続いておかげさまさまさんです。はい、今日で9月も終わりということは、今年度も半分が過ぎるということですね。今年度がスタートした半年前の4月1日、初めて保育園に預ける際に大泣きしていた我が家の子供たちは、今では自分からリュックを背負って、保育園行くというようになりました。いろんなことがありましたが、この半年間でぐっと成長したなと思います、はい。子供たちの姿を通して、今年度から新生活がスタートした皆さん、今日まで本当にお疲れ様ですと感じた9月最後の朝でした。ああ、でも子供がね、はい、最初は行くのぐずってますって言って、うん、
大変ですよ。え、足にまとわりついたりとか。あ、ね、ね、今までこれだけ人間に力強く抱きしめられたことはないってくれ。行きなさい、行きなさい。かわいい。行きなさい。かわいい。お前カブトムシかこの野郎っていうの。で、それが幼稚園とか保育園が楽しいからってすぐ行き出したら、それはそれでちょっと寂しかったりする。寂しいですね。親離れって言いますけど、子離れの方がね、そっちが大変だよ。まあ恥ずかしいだろうなと思って、ね、うんうん、成長をずっと見守ってる分ね、え、ほんとあんだけさ自分から離れたくないって抱きしめた小僧たちが、クソババアとか言うんだぜ、もうほんとババアはいいけどクソはやめてとかって、ね、言いたくもなりますよね。でも自分が通ってきた道だからね。はいはい、まあ川村さんとかはね、今も道半ばだけど。いやいや、そうですよ。それは大いにあると思います。まだ若干の反抗。終わってないです。なんだろうね。家族に一番自分のことを見せられないってことあるよね。見せられない。大抵のことは見せられないです、ね、うん。俺さ、夫婦で、はい、まあまあさ、もうお互いのことを見せ合ってるっていう人たちがいるじゃない。もう、わかんない。どうやってそういう人間関係ができるのか。なんかだから話したりとか、うん、お風呂一緒に入ったりとかですかね。とかですかね。まあでもそういう、でもそのそういうこと？でもやっぱ、うん、体とか大事なんじゃないですか。その見せるっていう意味では。テーンってなっちゃって。テーンテーンテーンって感じ。まあ音楽がね鳴り響くほどの、あとコミュニケーション。川村さんとどっちなんですか。結婚したらお風呂に一緒に入りたかったするタイプなんですか。はい、人によります多分。人によります。必要とあらば。人によるんだ。いや、わかんないんですよこれが。ただ言えるのは染まるタイプなので。だからこそ、待って待って、今、はい、私今チャンス到来って感じで言ったよね。いいトスあげたよ横山。チャンス到来みたいな感じだったよね今ね。そうですね、飛んでいこうとは思いましたけど。そうですね。だからこその、その、お相手によりますっていうところ。求められれば、それはもちろん、これ、ちょっとさ、変な話になるけど、例えば、ね、奥さんとかでも旦那さんの前で、平気でおならができちゃうみたいな、夫婦とかいたりするじゃない？いますね。もう、わかんない。それはできない。俺、もし相手にそれをされたら、自分がどう対処していくか。なんか、どうしてこう、うね、何にもわかんない。私、それはできないです、絶対。絶対できないと思います。わかんないよね、ああいうのがね。とか、ほら、もう本当にさ、お父さんが、遠慮も何にもなく、はい、自分に言うかのように奥さんとか、はい、子供とかに言ったりする人もいるじゃん、なんか。はいはい、おい、なんとかしろやとか、うん、おい、なんとかとか、みたいな。それは暴力的ってことじゃなくてよ。はい、フレンドリーってことも含めて、ええ、もう、俺、やっぱさ、もう子供の頃から自分の子供とか、うん、はい、その身内とかに対しても、この人たちはこの人たちの生活があって、この人たちの考えがあるとかって思ってるから、はい、言えないんだよね、うん、押し付けられないっていうか、そうですね。だから本当、ね、奥さんおならする家とかってもう、どうやったら どの段階でそれが解放されたのかとかが思いますよ。でも最たるものでありますね、うん、多分それは、うん、であと旦那さんの前で着替えるかどうかとか、あ、うん、そういうこともありそうな。大学生の時に付き合ってた恵子ちゃんって女の子が、ええ、お風呂上がりはパンツ一枚でこう出てきてたのね。うわ、はい、でこれはこれと思ってたのね、はい、でもそれ以来そういう人と付き合ってないの。だけどああいう人と付き合うとあれが本当に普通だと思うんだろうなとか、うん、そうなったら横山さんも、はい、も明らかんとした関係になってたのかもしれないですよね、うん、そのまま突き進んでたら、ね、うんうんうん、だから二人で、ね、作っていくものなんでしょうけど、そうだよね、どっちがどうなれるかですよね、うんうん、だから自分が嫌だと思うことを相手が求めてるっていうのは辛いよね、うん、そうですね、うん、俺がもし川村結婚しました、はい、俺もガンガンに返してほしいみたいな。いいよ、いや、それ言われるの一回ちょっと聞かせてごらんよみたいな。耳を澄ましてみるから、ね、余計しにくくなるんですよね。研ぎ澄ませてある意味別の部屋行ったりとかしそうな気がします。さあこの時間になりますと、はい、午前様クイズの答え発表ですけども、はい、その前におさらいと
いうことで今日は河村から油かたぶらで問題を出してもらいます。はい、家の中には様々な油があるなと思います。サラダ油、ごま油、オリーブオイル、それからアロマオイルなんかも私にとっては油だったりしますが、はい、家の中でちょっと油に関することで今すごく悩んでいることがあるんです。はい、それは一体どんなことでしょうかというのが今日の問題です。家の中で油で困っている、悩んでいる、はい、三好のダニー37歳。はい、それは、換気扇のレンジフードの油汚れが手が届かないから掃除ができないと思っている。なあ、そうですね、うん、結構気づいたら散ってるんですよね。すごい、うわ、来たなって思うことがあって、ここは中華料理屋かって思うぐらい気がついたら汚れてる時あるね黄色いのがなんか飛んでるんですよね。で、意外と取れないんでね。取れないね。はい、まあ、ただレンジフードが油汚れになっている場合はハウスポケットのハウスクリーニングのポケットの地図ちゃんとか、そうですね、ですね、そうですね、朝6時から電話してるんですから早起きですのでっていつもおっしゃいますもんね。だからポケットに電話するときは朝6時からだから5時台に起きる猪木さんお元気ですかね。地図ちゃん最近見ないね。そうなんですよね、うん、でも本当にお忙しくなる時期でしょうからね、これから。そうだね、はい、ハウスクリーニングポケット、いやどうでしょうか。地図ちゃんもね、夏になるとね、お孫さんとか連れてこられたりするんだよね。今年全然そういうのができなかったからね。そうなんですよね、うん、お孫さんとも会えなかったかもしれないですしね。ねえ、ちゅうちゃんどっちだろうね、ブーッとかするのかないやもうお上品な方ですからないんじゃないですか。ここも掃除しておきましょうかそういうこと一番言わない方です、島根の正和。はい、日常生活で油について悩んでいること。はい、それは本当は家で天ぷら料理をしたいけれど、うんうん、1人分だけ作るのはもったいないから、はい、天ぷら料理はしたことがない。あ、揚げ物はほぼしないです、うん、まあしないよね、あんまね。極力揚げ焼きです。ちょっと油を多めにして、うん、で一生懸命ひっくり返しながら火を通すっていうことをしてます。最近さ、はい、揚げなくても唐揚げができますみたいな、はいはい、トースターみたいなのがあるじゃん。ありますね、ノンフライヤーですね。ね、あれうちもあるんだけど、やっぱちょっとなんか足りないよね。そうですね、なんか物足りないよね。わかります、わかります。あの衣のサクッと感が足りないんですよね、うん、あの揚げないドーナツとかも、はいはい、あるじゃない。美味しいけど、またそれドーナツとはまたちょっと別物みたいな感じがするよね。はい、すごくよくわかります、うん、薄いんですよね、うん、カリッと感がもうちょっと欲しい。それが動物性のものがもっと欲しいみたいな感じがそうですね、植物性じゃない、動物性が欲しいんだよと思うんだよね揚げ物ね。そうですねあとただいま昼寝中、はい、油に関する川村さんの悩み、はい、アルコール消毒のやりすぎで手の油分がなくなり、手がカッサカサになってスマートフォンの指紋認証ができなくなっているのではないですか。そうですね、私スマートフォン指紋認証ついてないので。はあ、はあ、ガラケーですか。ガラケーではないです。ペーチス、いえいえ、そんなことペーチスでもないですし、ポケベル、ミルコムとかでもないですけど、ポケベルでもないです。ポケベル持ったことないです。あ、ちゃんとした何ベル、ベルではないです。あ、ブッブー思いつきませんでした無茶ぶりが過ぎるんですよ無茶ぶりすぎます。思いつきませんでした。思いつき、ベルでなかなか笑ってるけど、リアルにちょっと悔しがってます。いまだにちょっと探そうとしてる自分がいるっていう。川村こういうの好きだからね。好きですよ。かぶせて。こうやって自分の頭の回転測ってるとこありますから。まあ、横山さんよりは、その機種としては古いので、もう何も言えなくなっちゃいましたけど。ここ変だもんね、もう前の携帯ね。ひどいですね。ツボじゃないです。あら、鑑定団みたいに行くと。そうですけど、はい、でも、まあ、指紋認証ついてないので、はいはいはい、まあ確かに油はね、うん、でもねスカスカにはなってきましたよ。あのケンタッキー食べた時に、はい、携帯かかってきたら今かけんなやちょっと触れんけって。わかります。ポテトチップスとかでも嫌ですね。嫌だよね。小指でこうやったりしますもんねあとはね、はい、守りキューベ、はい、50歳、はい、川村さんがお家で油について悩んでいること、はい、それは揚げ物がしたいんだけれど温度計がないのでいい温度がわからない。あー、そうですね、揚げ物温度計ないですね、うん、でも
ちょっとその揚げ焼きとかするときは、はい、その油を温めて、うん、でお箸をちょっとつけてみて、はい、したらなんか泡がバーって出てくる。180度で出ますね。あ、はい、それで測ってます、うん、したらもうそろそろいいかな、うん、昨日磯辺揚げを作ったんですけど昨日もそれで揚げ焼きしました。昨日も磯辺揚げを作りました。で岸田さんの会見を見ながら作ってて、うんうん、まあ日常生活ってそんな簡単には変わんないんだよなって思いながら厳しいそういう、まあ私は日本の総理がね、うん、変わっても、まあ、私は今日も磯辺揚げをあげるって思いながら。いやだからさ、結局それが長渕剛なんだよね。ああ、アメリカの大統領が誰になってもってことよ。俺たちにそんなことは関係ないさーってことよ。そうです。でもアメリカの大統領よりは日本大統領の方が親近感、うん、ちょっと関係はあるよね。関係はあるので、でもこれからですよねっていうのをひしひしと感じながら、うん、磯辺揚げを揚げ焼きしました昨日そんな簡単には変わんないよね、でもこれからだよねって、まあ、ただね、理念だからね、はい、理念を語ってくれるっていうことをすると、はい、それを目標とか目的にして官僚の方が動いたり、いろんなことをして俺たちの子降りてくるわけだから、ね、やっぱりいいことちゃんとその未来に向けて喋ってくんないさ、磯辺揚げを揚げてることはあなたに今日にとっては大事なことかもしれないけど、未来の日本には何の役にも立たないからみたいな。そうですよ。全否定みたいなこともしてほしいよね。そうですね。多分岸田さんにそうやって言うとね、もう言われちゃうんですよね。今晩の晩飯が磯辺揚げになってもあおとかって、俺たちのことは関係ないさーおって、もう岸田さんに逆に言う、アンサーで言ってほしい。そう、帰ってくるだろうなとは思います。でもそうなんですよね、日常生活続いていくんだよなって思いながら、ねえ、ね、いや今からですからね、それこそさ、一人一人が本当に豊かになったとか、はい、良くなったと思うこと、はい、つうのは相当上がんないとならないよね。そう思いますね、はい、だから本当令和版所得倍増計画っておっしゃってますけど、うん、本当にそれが実現できたら、はい、よっぽどのことだなと思って。すごい、うん、ね、お金配りますよみたいなことにまたなってもさ、はいはい、ね、もうただでさえ、うん、未来の子供たちに顔向けできないほど大人たちが使っててさ、はい、うん、で、まあ、俺たち世代50代もそう60代もそうだとするけど、はい、おじいちゃんおばあちゃんとかあんまりきついこと言うつもりもないけど、はい、だけどほら、まあかかるし、うん、でそれこそ遠慮なくもらわれるから、いや、まあくれるももらうからね、もちろん ね人数も増えてきますね。で、私たちにどうしてくれるんですかっていうことをずっとね、こうアピールされていくじゃないですか、うん、まあしんどいからね、いろんなことがね、はい、でまさか変な話こんなに長生きできるような時代が来るとも思ってないじゃん、うん、俺らもそうだって、人生100年って言われてるんだよ俺あと50年持たないいや、岡山さんちょうどいいぐらいでいい。はいはい、そうですね。うん、はい、うん。それ考えたらね、若い子に向けて、俺たちのラジオとかでもさ、バカなこと言ってけど、たまに、ぐさっみたいな。ええ。ああ、なんか大人たちもね、ね、笑ってる、うん。バカなこと、まあ、カメラさんとかね、その磯辺揚げの話しかしないけど。いや、うん、他にもいろいろ作りますけど、うん、磯辺揚げが一番いろんなこと感じられる。あれだね、磯辺揚げの人だよね、みたいな。それでもいいです。好きだから。俺が何年経ってもあのエロい人って言われるんですよ。一言で終わる。俺の説明。それはでも自己責任な部分はあります。あのエロい人だよね。っていうので。この間、はい、久々タクシーに乗ったらさ、運転手さんがさ、扉開けた瞬間に、来たーって言って、いや、私ねっつって。実はこの仕事始めたのは、どっかのタイミングで横山さんを乗せられるんじゃないかと思ったんですよって言われて。はぁ？もうずっとラジオ聞いてます。へぇ、いや、来た来た横山さん来たって言われて。ああ、どうもつってて。でもちゃんと料金は取るんだよね。いやいや、もういろんなも、いろんなこと聞かれてさ。もう休む間もなく。あ、そうです。ずっといろんなことで、もうすごいいろんなこと喋って。で、ついて。はい。で、お金払ってたら普通に取られてる。そりゃそうですよ。うん。俺のトーク賃、俺のトーク賃と思って。それとこれとは別ですか？で、しかもこのご時世最後握手してくださいって言って。いや、あのね、こういうご時世だからって言ったら、いや、関係ない関係ないって言われて、いや、俺が関係ない。でもそういう方がいてくださるのは嬉しいですね。嬉しいよね。うん、長いこと喋っててよかったよね、とか思うよね。あと、うーちゃん。はい。河村さんが油に関して悩んでいること。それは油の処理の仕方で固めるか吸わせるかパックに入れて出すかで悩んでいる
のではないでしょうか。あ、私はもう油は吸わせるタイプです。あ、もう最大限使って、うん、でなんかあの 綿菓子みたいなのがあるんです。でそれをティッシュみたいなのを油に入れれば、うん、それがすっごい油を吸ってくれるので、へえ、それで捨ててますね。うん、俺はもうグッツグツになった状態でマンションから投げます、バーッ。めちゃくちゃ迷惑。迷惑です、やめてください絶対。いくら天空の城と言っても多分ね、下に降りていくときは冷めてる。それでもダメです、ぬるっとするんで。あとはね、はい、ごぼうバズーカ。はい、川村さんが油で家で困っていること、はい、家のドアからキーキー嫌な音がしているので油を刺さなきゃなと思うのだけれど、はい、どこに刺せばいいかわからないと思って悩んでいるんだよ。あー、そうですね、うん、あのちょっと前の自分のアナウンス部の机の椅子がそうでした。はい、ものすごいキーキーキー動くたびに言ってて、はい、で一回チリュウさんにお前それ油させてもらった方がいいよって言われて気になってたんだ。そう、ごめんなさいって思いながら。昔のおじちゃん、はい、おばちゃんが乗ってる自転車って、はい、絶対ブレーキがオイルが切れててギーって言っててで呼び鈴とかさ、はい、あのベルを鳴らすわけじゃなくブレーキの音で俺たちをのかそうみたいなキッ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 とかで、もうセラモンクソババーのところやろうとかキッ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 、あの前のやつも絶対ブレーキの音でのかされない、キッ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 ってあのクソジジコのやろうとかって思いながら。そうですね、呼び鈴もちょっとザラッとしますけど、それもそれでちょっとで呼び鈴でカーってもうなんかおい音がかすれているぞ、どこにもぶつかってないそれ、もうクルンってなってるとこがどこにもぶつからない、あるある、ものすごく錆びてるんですよね。あったよね、すごくわかります、うんうん、じゃあこれ最後、はい、ヘイカール、はい、川村さんの油に関する悩み、それは油料理をした後に、はい、お掃除ロボットブラーバ君を出動させると床についた油を部屋中にキュッ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 と広げてしまいそうで困っているんです。あー、そうですね、うん、ブラーバ君確かに掃除はしてくれてますけど、拭き掃除だからね、拭き掃除のブラーバ君です。はい、そうですそうです、でも違います、うん、違う、はい、さあ川村彩奈、一体家でどんなこと油で困っているんでしょうか。はい、正解はお手洗いの芳香剤の匂いがどうも気に入らない。待ってください。何ですか。Wait a minute. おいウェイ。川村さん、ちょっと、yes. もう一回答えをちょっと。正解は、うん、お手洗いの芳香剤の香りが気に入らない。パドン。どういうこと？芳香剤。今日油。今日油の話ですよね。芳香剤って、うん、なんかその私液体のやつ使ってるんです。はいはい、はい。置くだけのタイプの。ブルーレット置くだけみたいな。あ、そうですそうですそうです。はい、で。ピンク色のなんですけど、おうおう今使ってるピンクレッドね、ピンクレッドピンクレッド置くだけ、ピンクレッド置くだけは見たことないんですけど、それ使っててで、なんかこう楕円形のおまんじゅうみたいなやつの中にピンク色の液体が入ってる、うん、で手につくことあんまりないですけど、うん、変えたりするときに手につくじゃないですか、そしたらなんかやっぱヌルヌルするんですよ。だからあれはオイル。ああ、なるほど。多分本当です。じゃあ石鹸とかもヌルヌルするのはあれ油と思うんですか。いや、あれは油ですね。あ、待ってください、ちょっとここで今俺たちが30分油を売っているみたいなことになってないですか。ちょっといいんです、いいんです、きっとあれは油だと思うんです。これ多分きっと太田さんも困ってるし、これ答え河村ちゃん違わないかっつって、油だけどさっつって、でもあれ水じゃないと思うんですよ。時たまさ、はい、あの爆笑問題太田さんがさ、はい、河村のクイズを、その番組でね、はい、田中さん出すじゃない、はい、でその時に明らかに問題を変えて言うときがある。答えはそれだけど問題は違うとか、問題はそれだけど答えは違うところが持ってくるみたいな工夫をされてるときがあるじゃないですか。次回がそうなるのかな。いや、出題は私シンプルだったと思いますよ。で、はい、その香りが今まではいろいろ試してきたんですけど、うん、最近ここ2回ぐらいは柑橘系のものを使ってた。で、この間切れてるなと思って
って、うん、で薬局に行った時にいろんなものを買ったんですけど、はい、急にお手洗いにすごい行きたくなって、はいはいはい、でもうその芳香剤を買うのにいろいろいっぱい種類があって選びたかったんですけど、うん、もうこれでいいやと思ってピンクのをパッて取ってで使ったんですけど、うん、したらものすごくキャンディーみたいに甘い香りで、はい、いやーこれじゃないって思ってて、もっとどんなうなぎの匂いとか食欲そそりますねすごいしてるね、まあ、まあ健康にはなりそうですけど焼肉屋からの出てくる煙とか、いやいや髪につきそうな気がします本当に甘すぎて、はい、お手洗いの前を通るたびにいやー甘いって早くなくならないかなって思ってます、はい、あれだったらねミュージックソーにちょっと、いやさすがに12月までにはなくなりますよカムラちゃんで使われてた置くだけみたいないやもっといいものを出そうと思ってます、もしあるならですけどね、はい、どういうことで、はい、正解はお手洗いの芳香剤の香りが気に入らないことあれ油か、いや多分油です、多分見たことないですけど、正解者どうでしょういやいないでしょうつって手島がもう突っ込まれた、いやっ芸人さんみたいに突っ込あるかもなと思ったんですけどねじゃあ今日は全ての方をプレゼントの対象とさせていただきます、はい、鎌ヶ里物産から天人の模試をギフトセット3000円相当お一人の方にプレゼントします。当選者は番組のエンディングで発表します。今日もたくさんありがとうございました。スポーツ一直線、このコーナーは永遠の安らぎを真心でお手伝いする宮奥総裁の提供でお送りします。はい、昨日はセパ両リーグ合わせて6試合が行われまして、甲子園球場阪神対広島8対2広島勝ちました。はい、カップ5連勝、いやーここに来てアニエさんお喜び、うん、もうヒゲ伸び放題いやどうでしょう、うん、そうですね、アニエさんが幸せなのが一番です。いや本当、アニエさんがね笑ってくれるのが一番、本当にそうです、はい、幸せになります。じゃないとさ、はい、こんな暗い月曜日のスタートないでしょっていう時あるじゃん3連敗した時とかね、週末にありますよねびっくりする。いやでも本当にアニエさんカープをね愛されてるんだなっていうのは伝わりますよ ね、 ね、うん、でデイリーは小僧の、はい、3号ソロ5連勝、うん、日刊スポーツ栗10勝プロ初の2桁チーム5連勝、スポーツ日本初10勝、はい、最多勝を狙える栗、うん、そうか最多勝を狙えるのか、そうですか、トップと1差、おお、だ最多勝のレベルというか勝ち星が減ってきたってことだよね。うん、そうですね、うん、それだけ野球も変わってきたんですかね。だってマー君とか24勝したんだよ。してましたねそれ考えるとすごいです、ね、長谷川亮平さんだって30勝してんだからねあの弱いカープで ね、 ね、いやあと日本の野球もあれですけど、大谷翔平がもう今年投げない、はい、なので9勝止まりで終わるみたい、なのと、うん、あとはホームラン争い、はい、ホームラン争いも今2本差にされていてというの で、うん、でまあ、大谷がね試合終了後に勝てるチームでやりたいみたいなことを言って、うん、ひょっとしてエンジェルスの球団を批判したんじゃないのかとか、あと移籍をほのめかしてんじゃないのかみたいにちょっと話題になってますよということです、まあ本当一挙手一投足全てがニュースになるっていう状況でしょうから、うん、まあ、あの勝ちたいっていうのはまあ誰でも言うよね、うん、でそれをエンジェルスにいるからせって言ったんだっていう話になると、今のカープで勝ちたいっていうと、え弱いチームだからかって言われるのと、はい、でもトップのヤクルトも勝ちたいと思ってるからねだから、まあ、どういう立場で言うのかっていうとこでもあったりするけど、うん、はい、ああちょっと残念だなって、その10勝できないことが、あーもうなんかホームラン王はちょっと諦めてもしょうがないかなとか、でも、まあ、最後まで頑張ってほしいよねとかって、はい、まあ、ほら日本人としての願望とか、うん、ああいうことがさ、その多分大谷がさあんな感じの人じゃなかったらここまで応援してないよね。あーでもそれはありますね、うん、なんか人柄も含めてですもん ね、はい、ね、うん、だそれはほら池江璃花子さんが、はい、あの美貌と、うん、あの負けん気と、はい、そしてあのその対応力の、そして俺たちにエネルギーをくれるようなコメントをしてくれるみたいなことも含めて、やっぱそのなんだろうね、ちゃんとしたこととか歴史に残るようなことをした人、たちが全て人格者とは限らない、どちらかというとそうじゃないことの方が多いっていう中で、そのやってること心技体でいうと全てが揃ってますみたいな選手ってなかなかいないから、はい、でそれ考えると、あ大谷翔平にはやってほしかったなとかってちょっと思うし、まあ、来年がありますよっていうことかもしれないけど、はい、なかなかここまで
よくできたシナリオはないし、あとここまでやると思ってなかったのにやったっていうさ、はい、来年とかだったら逆にこのぐらいやってもさ当たり前になっちゃうわけじゃん。だからね、意外性があったからね。そうですね、うん、だからこそ余計に私たちも興奮しましたよね。そうだね、うん、だけどほらその二刀流を志した時にピッチャーもやりたい、バッターもやりたい、でもほとんどの専門家評論家の方々がどっちかに絞った方がいいと言った、だけど結局こうやって二頭追うものは何頭も得るっていうこともある、はい、たらやっぱ皆さんの職場とかでもそうだろうし、スポーツの世界でもそうだろうと思うけど、全然今までにこういったことがなかったっていうことをしたい、やりたいと思ってて、そこにビジョンがあって、でそれをやり抜く根性、はい、思い、そしてみんなもプラスになるっていうことがあったら、うん、チャレンジしてみるってことだよね、だからリスクを回避するってことが一番のリスクだっていうことでもあると思うので、はい、なんか大谷を見てると今まで自分たちの小さい会社とかさ、人間関係とかで、うん、あこれはもうできないだろうなとか思ってることは言うべきだ、やるべきだ、しなきゃいけないみたいな気にさせてもらったっていうことだけでも大きい、俺たちとっても収穫だったなと思うので、なんか取ってって思う何でもいいから、うん、なんか取っ て、そうですね、はい、本当に何か形にね、うん、残すようなものを ね、 ね、はい、やっぱね、記録より記憶なんていうこともありますけど、いや記録そうだ、結局記録も大事だなっていうのは ね思いますよね、なんか取って午前様通信。世の中の気になる出来事や流行、生活に密着した情報をお届けするこのコーナー。昨日の自民党総裁選を受けてにわかに政局も慌ただしくなってきましたが、きっとこの方も今後に向けてお忙しくされているのではないでしょうか。今日は社会風刺コント集団ザ・ニュースペーパーのあの方と電話がつながっています。そうなんですよね、総裁選のね出馬を見送って河野さんを支援されてたんですけど、石破さん昨日の結果を受けてどんなお気持ちですか。どうもおはようございます。おはようございます。石破であります。岸田さんは広島瀬戸内だよね、はい、そうです。私石破は鳥取、はい、瀬戸際だよねどうぞよろしくよろしくお願いします。安倍さん、高市さんの支援だったんじゃないかと思うんですが、今回ちょっと振り返っていかがですか。安倍であります本当にこの高市さんっていうのはですね、見どころいいところたくさんあるんですけど、一番いいところはですね、やはり森友の再調査必要ないっていうところですね、まあ、それが一番本当に私が支持した理由であります嬉しい。麻生太郎さん、今回はその麻生派のね、河野さんとその岸田さんの支援でちょっと揺れ動く微妙、いやいやそうですね、なんかちょっと ねみたいな感じで、ちょっとなんかかっこ悪かったんじゃないですか麻生さん。麻生太郎であります。本当に今回は私も残念に思って、非常に大好きだった斉藤孝夫さんがお亡くなりになりまして、まあでもゴルゴ13は続くらしいんで、ね、笑ってる場合か話噛み合ってない総裁選関係ない久保さん今日はありがとうございます、おはようございます。おはようございま す。よろしくお願いします。はい、いやでもあれだったんじゃないですか、そのザ・ニュースペーパーのまあ、はい、顔なので福本さんは、うん、いやいやいや、今回こうやって総裁選があるじゃないですか、はい、ただまあいわゆる日本の首相が変わりますよってなって、そうですよ、でこれから人事も変わるわけじゃないですか、ただものすごい注目してたでしょ。いやもう今月はもうステージエンターテインメント、はい、もうこのザ権力闘争負けた者が冷や飯を食うをもう楽しませていただきましたねはい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 、もう本当に最後までどうなるかわからなかったので、いやこんな総裁選はニュースペーパー入って以来ですね、こんな時々の、でも、あれも私だから1ヶ月ぐらい前、そのいわゆる菅さんがね、はい、出ませんみたいな、そうはいはいはい、でほら、ニュースペーパーとしても、はい、安倍さんの時はね、そのいわゆるモノマネをする人材がいくらでもいたじゃないですか。うん、で、菅さんになってから、はいはい、なんかあんまりこうキーとなる人がいなくなったみたいな。はい。困っている中、はい、うん、菅さんが出ないってなった時、ニュースペーパーの皆さんどうだったんですか。はい、まあ正直、もう、菅さん役のうちの先輩ももう、
なんかショックで、次のこと考えれないとか言い出して、ええって、とりあえず急ごしらえで岸田さんを、本当に岸田さんの地元広島のラジオで言うの申し訳ないですけど、そんなずっと岸田さんの役やってなかったのに、急に、あのうちの浜田さんがやることを。急ごしらえで。そうなんですよ。もうこれなんとかしなきゃという。いやでも、岸田さんってその昨日スピーチとかも、はい。見せていただいたけど、はい、あんま癖ないじゃないですか。そうですね。ね、あ、難しいでしょ、モノマネするの。うん。あ、でも、うん、その辺はこのニュースペーパーとしては、うん、ハードルが低いので、うん、だから岸田さんで、例えばステージに誰かが紛争して出てきて、そんな面白いこと言うとは思えないじゃないですか。うんうんうん、だから、ハードルが低いんですよ。あ、だから、ちょっと笑い取っただけに言葉は悪いですけど、岸田さんだけど面白いみたいなの。逆に、ね、横山さんと逆ですよ。横山さんなのに、うん、今日下ネタ言わないとか、はいはいはい、ねえ、うん、そういう横山さんだとハードル高いじゃないですか。そういうの求められるじゃないですか。か岸田さんと逆なんで、なんかかえってやりやすいんじゃないかなっていうのはありますね。え、でも見た目の特徴とかも含めて、うんうん、なんか難しそうです。はい、そうですね。本当におっしゃる通りで。はいはいはい。もう、最大の特徴がメガネをかけてるぐらいじゃないですか。そうですよね。なんか、教授みたいですよね。そうなんですよ。そこで、やっぱりあの、広島いらっしゃったら、はい、岸田さん見かける機会あるでしょ、うん、で、お願いしてもらいたいんですけど、はい、あの、せっかく広島でカープファンなんで、せめてメガネを赤にするとか。ああ、いやー、ね、ちょっとだー。ちょっと、ドンコニシみたいな状況になるわけですね。そっか。どこにさんもいますけど色目が赤にすれば、うん、すればもうあの赤さえかけてれば岸田さんって、うん、もう赤いメガネかけてる人はもう岸田かって突っ込まれるぐらいになればでニュースペーパーも助かるのでちょっとあの横山さんも川村さんも、はい、お見かけしたら、はい、そうですね、あのあなたが特徴がないことでニュースペーパーが困っていますっていうことといやいや存続の危機を迎えていますよっていう方でいいですか。すみません、それのこっちがちょっと困っちゃうことなんで本家の方がいいのでっていうのをニュースペーパーの発言になっちゃいますけどね。いやでも福本さんはね、はい、まあ、YouTube とかやられてたりとか、はい、あと配信もやられてたりとか、あとはまあ俺はもうあの本をね、はい、あの見せていただいていただいてさ、だからもう絵画油絵とかがすごいの、ね、でその昔の、はい、そのなんかこういわゆる、なんだろう、まあ名画と言われる、ね、名画と言われるもののパロディみたいなのを、うん、確かに今の政治家でずっと書いてて、もうこれがさ本見事なのね、はい、ブラックジョークも含めて、いやいやいやでいろんなのをその展開されてたけど、今回のその総裁選に向けて言うと、はい、あの石破さんが出馬を見送ったので、急遽河野さんのメイクに挑戦して出てくるとか急場しのぎ感が半端なかったですね。あんないろんなことを練る福本さんが急場しのぎっていうのが、そうなんですよ。もう本当にどうしようかなこれからと思ってたらですね、うん、意外と安倍さんの眉毛を描いて、うん、で石破さんのカツラをかぶって、うん、その辺にあったメガネかけたら、うん、あ、なんか河野さんもいけるかなみたいな。そうですか。思ってたんですけど多分そう思ってたのは自分だけ。そう、ま、でもね、河野さん惜しい人材なんですよ。あれだけ眉毛が太いと、うん、やっぱりこう、モノマネとかしやすい。はい、そうなんですよ。でもこれから、その、それこそさ、あの、人事があるじゃないですか。うん、はい。で、そうなってくると、誰が、その、党三役になるのかとか、うん、閣僚に誰がすんのかとか、もう、その、ザ・ニュースペーパーの中でも、こう、展開が変わってくるわけでしょ、みんなの。本当にそうですね、今ね。もう次どうしようっていう風になってますから。はい。だからやっぱね、今もう、とにかくね、うん、とにかく今言いたいのはですね、はい、明日、うん、明日大変なことになるんですよ。もうやっぱ党役員人事発表もあるでしょ、はい、ね。で、さらにですね、なんと人石高原町でですね、はい、プレミアム地域通貨が発売になるんですよ。あら、明日なんとこれ、ね、ふるさと大使。そう、5000円で販売するんですけど、うん、6000円分の買い物ができるんです。すごい。人生高原町、この間、はい、リスナーの方から、子供が生まれたら、はい、なんか地域で使えるお金、うん、は20万円ぐらいくれるって言ってた。お、そうなん、だから赤ちゃん、子供がすごい住みやすい街づくりやってるし、うん。そう、だから、はい、もう今、ニューピオーネもシャインマスカットもありますし、うん、
もう横山ゆずさんに来ていただいたね、はい、道の駅182ステーション。はいはいはい、はい。あそこでは今もう松茸取れたのもバンバン販売してますから。いや、人生高原町の知り合いの人が、フェイスブックに松茸の写真だけあげるんだけど、はい、実際に送られることはないっていう。まあ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 、そりゃ、ね。あの方ですね。あの方、脳がつく方ですね。あ、そう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 。いや、でも、これ、人生高原町のふるさと大使もされていて、はい、福本秀さんはその広島出身でもあるじゃないですか、そうするとこうやって新しくまた政権が変わったりとかすると、ザ・ニュースペーパーを広島でいつ次見られるのかなとかって思ってするんですけど、実際どうなんですか。そうですね、はい、次ね、ちょまだ発表してないんですけど、1月か2月にはまた行きます。はい、はい、多分別の局の取材で行くことに。ホームですね。すいません。あと DVD も発売してるでしょ、今。そうなんですよ、うん。去年のニュースペーパーのステージと、はい、それから Amazon のプライムビデオで配信してたものをですね、はい、まあ、特典映像にギュッと詰め込みまして、はい。もうこれで予習していただければ、より楽しめますので。ね、復習ですね。いや、でも、こうやって、広島の皆さんも、地元から、その総理が出ますっていうことで、はい、多分相当これからしばらくはテンションが上がると思うので、最後に。やっぱそうですよね。そう。石破さん、最後にメッセージを含めて、お言葉いただけたら嬉しいです。そうですね。もう本当に今、広島注目されてます。はい。はい。多分岸田さんのね、いろいろグッズもできてくるんじゃないかな。早速ね、はい、おむすびの武蔵なんかもね、うん、総理の発売するとか、ドバシても言われてましたし、はいはいはい、もみじまんじゅうもできるかもしれないんで、ぜひ竹屋まんじゅうとか、はいはいはい、乳団子とか、うんうんうん、はい、そういうね、県北のものも、うん、確かに岸田さんのなんかこんにゃくとか、はいはいはい、はい、こんにゃくの、どういう味わいだろう、岸田さんの人石牛とか何でもいいんで、うん、はい、便乗させていただきたいなと思いますので、わかりました、はい、また広島来られるときは、はい、今度はスタジオで待ってますんで、あ、ぜひぜひ、はい、ぜひぜひまた遊びに来ていただければと思います。はいはい、ありがとうございます。今日は政局がバタバタする中、ニュースペーパーもバタバタする中、気象台がありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。最後石破さんでって言ったのに普通に喋れなかったです。今日は、社会風刺コント集団ザニュースペーパー、そして人生高原町のふるさと大使でもあります福本秀さんにお電話をつなぎました。早速福本さんに関してお便りです、うん、福山のコウモリ男さんからです、はい、今日のゲストザ・ニュースペーパーの福本秀さん、政治ネタは鉄板ですね、仕事中ですが爆笑しました。俺たちもね、はい、ただ聞きたかったって一人で何役もできちゃうっていうのは本当いいですね、うん、オファーかけたの2日前だからね。ねえ、めちゃくちゃ急。そこで対応した。いや、そうやっぱ総裁選も福本さんっていう出られるんだ。確かに出ますってニュースです。午前様様。今ね、はい、玄関のところに定年を迎えた先輩がすごい花持って。いらっしゃったから、はい、ご挨拶をさせていただいて、はい、本番を忘れそうだったっていうよかったです、間に合うように戻ってきて、危なかったですね。まあでもね、うん、こうやって年度替わりかっていうのとか、はい、まあいわゆる9月から10月っていうのがね、日本にほら10月からっていうのと4月からっていうのが2つあったりとかするじゃないですか、はい、だから新しい門出を迎える方とかね、はい、別れを迎える方とかいっぱいいらっしゃるんだなと思って、そうですね、だから常に前向き、はい、常に笑顔を心掛けとかないと、はい、一日一日の積み重ねですからねと思ったりするんですけど、はい、川村さんについてちょっとその常に笑顔っていうリスナーがね、ちょっと笑顔になれなかったんですけどみたいな話なんですけども、はい、カモキャットからですね、はい、河村さんちょっといくらなんでもそのトイレの芳香剤が油の問題っつうかちょっと無理ありませんかねと思うんですよね。あれを油と言い張る人がいるとは実際ね、まあ、成分はなんか分かんないんですけども、まあ、あれで油って言われてもねっていう、まあ、ひどいんじゃないですかっていうこと。すいません、すいません、ごめんなさい。ストレートマンからもですね、はい、まあ、僕もちょっと気になって調べたんですけど、ブルーレット置くだけについては、ちょっと油が使われていないっていうことが、ちょっと判明したんですけど。なんかごめんなさい。
と、ただまあ原材料で、はい、原材料の中には、海面活性剤は、まあ、いわゆる石油由来のものもあるらしいんですが。石油。うん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 。根本に石油がある。うんうんうん。まあちょっとひどいんじゃないか。だからもう笑顔、みんなの笑顔を奪ったっていう、滞在ですよね。曇らせてしまいましたか。うん。いやー、そんなつもりはなかったんですけどね。まあただね。油っぽいっていう。うん。そうですね。アロマオイルとかね。まあ、芳香剤も言ってみればアロマオイルみたいなもんじゃないですか。その間違いでも水流すって可能性もありますけど、ただまあちょっと田村さんがね、まあ、これ以上あんま言うと寝込まれるのもなんなので、意外とね、うん、そうですよ、あんま言われちゃうと、ね、あんまねちょっと、うん、まあでも寝込むんだったら、うん、ね、そうせならなんかこうね、いいところで寝たいなっていうところですよね。いい布団でやっぱ寝たいな。聞いてみましょうか。ジャパネット高田ラジオショッピング、今日もこの中です。パパさん、どんなつなぎをしてくるんですか。もう雑すぎて展開がさ、そうだよ、もういや、もう急ブレーキでした。どんなつなぎですかね。ヘアピンカーブ、ヘアピンカーブですよ。そうきますか。いいですよね。で今日は、今日はですね、もう本当もう今日で9月も最後ですよ。はいはい、すぐ河村ちゃんね、7年間お疲れ様でございました。いや、ありがとうございました、本当に、ね、馬場さんにも支えていただいて、本当ですよ、もう今日までジャパネットがあるのも河村ちゃんのおかげですから。いや、俺もそう思います。本当ですか。本当ですか。明日からね、はい、またお願いしますよ。いや、もう本当よろしくお願いします。そこでなんですよ、もうね、いち早くあったかいもの持ってきましたよ。はい、あの大好評六層毛布の登場でございます。はい、はい、ついに来ました。昨シーズンも爆発的大ヒット、うん、実はジャパネットっていろんな家電とかもねご紹介してるんですけど、はい、昨年下半期一番売れたのがこの6層毛布だったんです。大ヒット、本当にすごい売れました、はい、だってよそで作ってないんですもん、うんうん、売ってんのジャパネットだけなんですよ、はい、発明品だと私思ってますよ、うん、世の中の毛布全部これにしたいぐらい、そんなすごい毛布なんです。じゃあ何がすごいか一個ずつご説明していきますけど、はい、ポイントは2つです。まずたった1枚なのにものすごくあったかい、うん、ここなんです。なぜなら1枚のように見えて中が6層6枚重ねになってるっていうことなんですね、はい、もう布団界のミルフィーユやほんまやな。そうですよ、びっくりですね、びっくりですよ。中のその6層がね全部違う素材でできてるんですよ、はい、1個ずついきますけど、うん、まず肌に触れる部分にはフランネル、ね、これ毛足の長い柔らかいまろやかな素材ね、うん、ここに包まれるだけでちょっと幸せな気分になるのですけど、うん、そのさらに奥2層目には吸湿発熱綿、皆さんがかいたその汗の水分を吸って熱に変えて体に返してくれます。すごい、うん、発熱するんですよ毛布が、はいはいはい、すごいでしょ。でその暖かさを閉じ込めるために3層目4層目遠赤綿と保温綿が使われております。はい、遠赤を使うことによってその暖かさがより体の奥まで伝わるっていうことなんですね、うん、そう、これだけでもすごいのに5層目、はい、アルミシートが入ってます。アルミシート、これが意外ですね。ガサガサとかしないわけでしょ。しないんですよ、柔らかいアルミシートが使ってあります。うん、よくね、あの災害の現場なんかでも薄いアルミシート1枚、ね、こう体に巻いてあげると、かけられるよね最近ね。それでね、体温を閉じ込めることができるんですね、うんうんうん、だから暖かさは中に閉じ込めて外から入ってこようとする冷気はシャットアウトすることができちゃうわけなんです、はい、ね、これでとにかく暖かさがもうキープできるわけなんですよ、はい、しかも6層目にはマイクロファイバー、ここに素敵な柄がまたあしらわれているわけなんですよね。よくできてるよね。よくできてる、1枚ずつにちゃんと意味がある、その6層毛布だからたった1枚でもものすごくあったかいと、うん、で6枚重ね なのに重たくないんです、これ。はい、ほんと普通の毛布ぐらいの重さなのに、うん、めちゃめちゃあったかいんですよ。だからね、この10月11月12月の初旬ぐらいまでは、うん、毛布1枚で十分あったかいです、はい、たださすがに1月とかね、雪の降るシーズンになると、うん、毛布1枚じゃねっていうこともあるんで、こっからがさらにすごいんです、はい、ポイント2つ目、これ横の方に大きなファスナーがついてまして、うん、これがジャーッと大きく開きます、はい、でこの中に今お持ちのお布団、はい、入れちゃってください。お、綿布団でも羽毛布団でも構いませんよ、うん、中に入れたら毛布とお布団が一体化になるという、7層になるってことですね。7層になるということなんですよ。、ね、そういうこと、うん、で7層毛布に早変わり、うん、これでさらにあったかくなるわけなんです、へー、しか
かも、はい、毛布とお布団が一体化になってるということは、うん、ずれる心配がありません。そうだ ね確かに。寝返りを打って毛布だけあっちに、羽毛布団はあっちにっていうことあるでしょ。だいたいそうなってるよね。そうなるでしょ。朝起きたら一番自分に近い側のやつを全部蹴って、そう向こうにあるってなってるよね。あるでしょ、蹴飛ばしてるでしょ、はい、それがずれる心配がないわけなんですよ、はいはいはい、特に小さいお子さんいらっしゃったらね、何回も何回も夜中に寝返りを打って、うん、お母さんそのたんびにかけ直してあげてってしてるでしょ、はい、その苦労がなくなるっていうことなんです。確かにね、いいお布団じゃないですかこれね。だから名前は六層毛布ですけど、布団カバーのようにも使えるし、はい、うん、ね、画期的な発明品というのはこういうことなんですよ。これ横のチャックをバーッと開けるわけでしょ。横のチャック開けますね、うん、ただ下3層上3層になってるわけでしょ。あ、違う、下が4層上が2層になってます。あ、なってんだ、うん、なってます。そこに寝袋みたいに入りたい、うん、確かにそれでもあったかいチューってやっても寝袋みたいに頭だけ出してすごいっすね、うん、でもよく考えられてるよね。できてますよこれね、うん、だから寄せでは売ってませんので今日買ってください、はい、でお手入れも簡単で、これご自宅の洗濯機で洗えますからね。あ、嬉しい。すごい、アルミシートとか、そうそう、入ってんのに、発熱綿とか入ってんのに洗えるんだよね。洗っていいんですよ。これがモリリンさん技術力の高さっていうことなんですね、うん、だからこそ皆さんに使っていただくために、はい、お値段これが1万も2万もしないのがミソなんですよ。ほう、シングルサイズがなんと税込み7980円。安いよね。安いです。しかももっと安くなります、うん、これ2枚まとめ買いすると1枚あたり1000円割引になります、まとめ買いがお得、6980円になっちゃうんですよ。いやいいでしょ。さ、その売れましたよ去年っていうのが、うんうんうん、まあ、分かるし、分かるよね。でこうやって説明してもらうじゃない、うん、で俺たち写真も見てるからさ、うんうんうん、あ、これは間違いないなと思うよね。そうでしょ、うん、ほんとたった1枚であったかいんですよ、はい、だからもう一度お手になさった方がこれ良かったからちょっと娘夫婦にもね、もうワンセットちょうだいっていうことで、うんうん、リピーターの方も多い、そんな商品なんですね。これはシングルだけ、シングルとセミダブル、ダブル、はい、それぞれあります。で組み合わせは自由ですからね、はい、シングルとダブルをね、それぞれ2枚、買って、うん、まとめ割りっていうこともできますので。なるほどなるほど、はい、ぜひぜひ気になった方はお問い合わせだけでも結構ですから、はい、フリーダイヤル 0120-441-555 番、441-555番でお電話お待ちしております。そういえば昨日休んでたよね。昨日は休みでしたね。何してんの昨日。昨日休みですよ。平日に休むとかってもうありますあります、あるまじき声でジャパンで、そんなことない、そんなことないです。え、これやっぱりね、あの皆さんもねありますよね、振り替え休日みたいな、ね、え、何をされてたんですか昨日は。ちょっとね、あの、まあ、まだ緊急事態宣言明けてないんですけど、はい、ショッピングセンター巡りをね、あ、なるほど、たまにはと思ってやってましたね、うん、ご夫婦でですか。夫婦でですね、仲良しですね、まあ、こうやって夫婦のことをアピールする人にとって冷めてる、うん、あ、だからモリリンの布団がいるのかな。食べないとね。昨日でもね、林さんが久々に生き生きとして出てこられた。生き生きとじゃないわ。嬉しそうだった。あの林から聞いたって言わないでくださいよ皆さんね。ババの放送聞いたと必ずおっしゃってくださいよ。そうだね、そこ大事ですからね。さすがです。え、林の方が成績がいいんですから、ね。リスナーの方々ね、林を取るかババを取るか。こら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 。林は今裏曲で喋ってますから、ね、皆さん何層構造の何層目に行きますかみたいな状況でこらこらこら、はい、ババのラジオを聞いたでお願いしますね。わかりましたということで今日はモリリンのあったか6層毛布、シングルサイズ、セミダブル、そしてダブルサイズもありますよということなので、はい、気になる方はお問い合わせいただければと思います、はいはい、じゃあ今日もありがとうございます。ありがとうございました。ジャパネット高田ラジオショッピング、今日もババさんでした。ジャパネット、ジャパネット、夢のジャパネット、高田。御前様会議その2。毎週さまざまなテーマについてリスナーの皆さんと話し合いをするこのコーナー。今週のテーマは油かたぶらでお送りしています。はい。ラジオネーム。アンキモポンちゃんさんです。独身の頃、給料日前に節約をして過ごしたい日には、うん、醤油とごま油をご飯に混ぜて、天かすとネギと一緒におにぎりにして食べていました。あ、数年前、あるコンビニエンスストアで似たようなおにぎりを販売しているのを見て、あの日を懐かしく思い出しました。うん、これお
美味しそうですね。そうだね。醤油とごま油をご飯に混ぜて天かすとネギと一緒におにぎりにする、うん、まあカロリー爆弾ではあります。これにこれにしそと海苔を巻いたりするのも最高ですよ。最高ですね。もうこれとこれが合うとは思わなかったみたいなのいっぱいあるよね。昨日ねそれこそ岸田さんがさ、はい、みんなにさ党員の皆さんとかさに、今日をもって総裁選は終了しました、ノーサイドです、みんな一丸となってこの野球をやっていきましょうって言うけど、ノーサイドはラグビーだろう。ノーサイドっておっしゃった後に全員野球で。全員野球でっつったけど。いやいやいや、変わったわ。ごちゃ混ぜごちゃ混ぜ。なんてもありになっちゃった。まあでもね。ノーサイドって言ったもんと。カープファンでいらっしゃいますしね。そうですよ。ただせめてワンチームとかさ、今更みたいな。そうですね。ことだけど、ノーサイドだったらさ。そっち回るじゃん、終わったってことなんですよ、ノーサイドで一回ラグビー終わりました、ここから野球ですよって話です。種目が変わった種目変わりましたっていう意味でも変わったんです、ね、あ、なるほど、ね、俺あれを一括りで考えちゃったから、あれ種目変わったよねと思ってそうですよ、やっぱね、トップが変わったら種目も変わりますからそうだね菅さんの時はラグビーだったってことなんです。みんなニヤッとしてるでもやっぱなんかね、パワーワードをね、うんうん、ちょっと入れたいっていう気持ちもあるのかもしれませんよね。そうだね、うん、気持ちはすごくやっぱりよく、パワーワード必要だよね。パワーワードいります。見出しになるような言葉がやっぱポンってあるだけで、うんうん、やっぱさ、今日中国新聞とかさ、もう一面の全端にダーンと出てたじゃん、はいはい、やっぱそういうことだもんねと思うよね、うん、そう思いますね、わ、うん、かりやすい。ノーサイドで一眼野球いいんですよ、あれ、それもあり、あれでそれもあり、これダブルフォルトみたいになっちゃった続いて、はい、キママ水星人さんです。うちの母は油を売るのが得意です。買い物に出たならばいつまでも戻ってきません、うん、子供の頃母の買い出しに付き合うと行く先々で知り合いに会い立ち話が始まるので、よくそんな話があることよとへきへきしていました、うん、油を売って話すのはいいけど人の時間泥棒をしていないか考えないといけませんよね。ああ、そうだね。でもそれがやっぱなんかこうエネルギーの源だったりするからね、うん、でも最近、うん、立ち話をされている方の姿を私すごいよく見るんですよ。あ、なんか帰り道に、うん、RCC 出て、で、すぐ信号があるんですけど、うん、その信号出たところで結構立ち話 2,3 人の女性がされてて、うん、でその先2分ぐらい歩いた先でも、うん、この間男性と女性が2人で立ち話されて、裁判所の前ぐらい、裁判所の前でもありましたし、あのカメラが昔車に飛び乗ったやつ、飛び乗ってないです、車の助手席の窓が開いてるところに頭から飛び込んでいった窓から水泳選手ですかって、俺バター式に名付けたけど水泳選手ですかと、もう勢いで飛び込んでいった。飛び込んでないです。あの場所。いやいや飛び込んでない。俺が夜見たあの。いや違う。あれ変装した川村さんが前から歩いてきたなと思ったら、はあ、真横に反復横跳びでバーンってこう頭から窓のところから入って飛び込んでいった。いや多分人違いだと思います。100% 川村さんだったけどな。いやでも本当立ち話してる人よく見るんですよ。はあ、だからその会食とかはできないけど、うん、みんなやっぱ話したい欲っていうのは、はい、うん、高まってんのかなって。それが東京とかだったら公園で飲んでる人ってになったりするのかもしれないですね。そこにお酒はいるのかどうかっていうことですけど。俺でもさ、そのウォーキングしてるはいはい。たらね、この場所で必ずデートしてますっていうカップルみたいなのが週に何回か、はい。そのカップルは会ってんの、うん、多分高校生なので、多分塾帰りなの、お時間的に、はい、で男の子の女の子がさ、で一回あれいないなと思ったの、でも自転車があるの、はい、で あの二人がいるなきっとと思って、でいないなと思ったら男の子の上に女の子が座ってたの、うわ、で後ろから男の子が抱きしめてた、あら、制服のまんまで暗いのよ、もう河川敷のとこだからさ、うん、でいいなと思いながら、はい、で俺その二人のことをすごく愛おしく思ったのは、二人ともそのポーズだけどマスクはしてんのでいつももうね、チュー、まあ多分いなくするんだろうけど、チューするんだよなぐらいの距離なの、うん、
だけど二人ともいっつもマスクしてんの。だから偉いなと。偉い。一応心がけてんだよなと思って。守ることは守りながらね。そうなんですね。愛おしくなっちゃう。いや、ほんとキュンキュンしちゃいます。話聞くだけで。ね、塾帰りっていうことはね、勉強も頑張りながら、うん、でも会いたいっていう気持ちもね。ねえ。もちろんあって。ほら、子供たちは子供たちでみんな頑張っててさ。はい。大人たちは大人たちでみんな頑張ってするじゃん。うん、で、その、いろんな職業の方も頑張ってらっしゃるじゃん。ええ。だそれ考えたらさ、今、その、若い人で、デートしようと思っても、はい、外食できないんだよね。そうです。どうしてんだろうね。うん、かといって、じゃあ、うちで食事しましょうよっていうわけにも、そうそういかないじゃない。そうですね。だから、テレビ電話したりとか、うん、声聞いたりとか、ですかね。うん、いやー、気の毒。うん、もう、イチャイチャしたい盛りの時期って、もう絶対、リスナーも絶対あったじゃない。うん、でも、この気持ちはもう 100% わかるじゃない。はい。それをよ、本当そうですよ。ご飯食べに行った後次どこ行こうかな、それともいいことならないかなとかさ、あんなこと。そうですよね。いけそうでいけない、いけなさそうでいける。まあ今回はね、うんうん、出馬断念しましたけども、まあ、そうですよね、うん、食べれそうで食べれない。何がよくもまあ福本さんが出てこられた後にできますよね。美味しそうで美味しくない。何に対して言ってんですか。思いつかないな。簡単そうで難しい、うん、まあ、そうですね。ニュースペーパー入ろうかな。無理です、無理です。絶対横山さん、横山さんしかできませんから。続いてラジオネームエギザイルさんです。はい。30年ほど前、上京して軽食屋でアルバイトをしていた私は、帰省のお土産にもみじまんじゅうを持っていきました。はい。小太りの女性店長は、こういうのは揚げて食べたら美味しいのよと言って、もみじまんじゅうをフライヤーで揚げて食べていました。うん、当時は、そんな食べ方するから太るんだよと思っていましたが、はい、今では定番の食べ方に、意外と先見の明がある人だったんだなと思っています。うんうん、ほんだね、揚げもみじね。ちょっとでも悪意ありますよね。小太りの女性店長が。まず、お前の体型を言えって感じだよね。そうですね、自分のことを棚に上げてね。写真添付してくれやって思うぜ、ほんと。小太りのっていうところにちょっと悪意がだいぶあった。あれさ、その相手が小太りであるっていうことをそんなに明確に覚えてるってことは、自分もその時に太ってるとか、それが気になってんだよ。だからミラー効果みたいなさ、人は自分と同じような条件の人を探すんだよね。だからよく言うけど、自分が妊娠してる時とかに街を歩くと、あ、こんなに妊婦さんが歩いてんだって気づくとか、あと今度はベビーカーを押すってなるじゃん。たら、あ、こんなにベビーカーを押してる人がいるんだ。あと今度自分は杖をつくようになった。はい、はい。たら、本当にこんなに杖をついてある人がいるんだって、自分が体験し初めて気づくんだよね。ってことは、小太りって覚えてることは自分も小太りだった。エギザイルさん。私みたいな人が縦横無尽で油物を食っているって多分思ったんで。ちょっと羨ましかった気持ちがあったかもしれないですね。いいなぁ、つって言って。どうでしょうか、エギザイルさん。どうですか。あとね、タカブランカ。はい。お肉屋さんで揚げてもらったコロッケを、お、時たま仕事帰りに買って家に帰ります。はい。帰りの車の中がもうコロッケの美味しい匂いで充満して、うん、どこかで車を止めてコロッケを食べようかと、その誘惑に負けてしまいそうになります。はい。多分特上のお肉は使っていないんでしょうけど、目の前で揚げてくれたコロッケは作る人の顔も見えたりして美味しさが膨らみますよね。そうですね。揚げ物は本当幸せの香りだったりしますよね。うん、なんか元気出ますもんね。俺、福山から車で帰ってくるとき。はい。に、途中に、タコ天売ってるとこあるんだよね。おで、500円なのね、うん。で、足が3本か4本ぐらい入ってる。はい。むちゃくちゃ熱いの。むちゃくちゃ。で、家に帰って食べようと思って、3袋ぐらい買うの。1500円分ぐらい。はい。で必ず、いや、もう冷めのうち帰ろうかなと思いながら、ブーってちょっと車出したとき、ちょっと待ってね、プッププって負け止める。はって言って、もう、まだ、はっいや、そうですね。で、一本だけで決めてんの。はい。だけど、今、やっぱこれ最高に今だな。いや、二本目って言って、結局一袋食って、二袋だけ持って家に帰るっていう。
まあでも何も持って帰らないよりはいい心がけ。最高にうまいんだよね。揚げ物我慢するっていうのはね、うん、ちょっと揚げ物にも申し訳ない気持ちもしますし。そうだよね。油回るので。アイスクリームを冷たいうちに食わないみたいなもんだよね。そうです、そうです。もったいないですから、うんうん。やっぱ揚げ物もそれを望んでいるはずっていうところで、やっぱカバー難しいな。あとほんと月に一回、やっぱケンタッキー食いてーって思う日あるよね。そうですね、うん、マクドナルドとかね、ポテトとかもそうですけどね。いやー油も食いてーみたいな、うん、あります。フライドポテトとかもう、はい、なんだろう、この世に存在しちゃいけないよね。 100% うまいじゃん。いやそうなんです、油棒ただの油棒、油棒ですね、うん、でそこにチーズかかってたりとか、ちょっとスパイスかかってたりとかすると、うん、まあまたこのアレンジが最高、最高だよね。最高です。時たまおい店員さんよ、塩がちょっと足りないと思ってからもうちょっとかけてくれって、はいはいはい、人によって違うんでしょうね。油うまいよね。塩原の百姓日記さんです。はい、先週の輪っかというお題で取り上げていただいた通り、うん、2泊3日の心臓手術を終えて、はい、無事帰還しました。お、手術台の裏では油汗をかいていたと、あ、手術台の上では油汗をかいていたと思いますが、うん、麻酔で何も覚えていない、まさにまな板の上の恋状態でした。はい、わずか3日間の入院でしたが、帰宅をして畑を眺めると白菜が順調に育っていました。うん、白菜に負けないように復調をして美味しい漬物をつけますね。ああ、連絡あったね、そういえばね。うん、よかったです。よかったよかった。はい、でも2泊3日の心臓手術、うん、3日で退院するんですね。いやだから最近は、はい、メスでガーッと切るとかじゃなくて、穴ちょこちょこっと開けて、いやーそうか、でつまようじでコリコリみたいな感じになるわけですよ。用紙というわけではないですが、うん、そうです。歯ブラシで、歯ブラシ出てシャ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 もうね、最先端の医療でね、そうなんですね。いろんなもんね、なんかちょっと、500円玉入る、いらない、入れない、入れない、入れないとか、そんな、はい、先生、入りますけど、取れ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 、取るためにちょっとメスで一回切ろうって、何のためにじゃあれだけ、待って待って待って、どんな恨みを買ってるんですか。先生パックンチョが入った、すごい悪い人だったままなんですけど、取れ取れ、ピンセットでつまんだらちょっと中でパックンチが割れてるほい、じゃあもう切開しようか、有意して、ね、それで3日で済まないですよ。ね、無事に帰ってこられて本当よかったですね。レントゲンにミッキーマウスの絵とかこれパックンチョじゃないですかこれとレントゲンに映らないです多分パックンチョは。でも本当ご無事で何よりですか。本当お大事になさってください、ね、はい、あのできたお漬物とかね、あの送っていただきたい、欲しいじゃないです、いただきますから。先週も言ってましたけど、あと絶対お腹にパックンちゃってますから、入ってない、気をつけないと、入ってないです、溶けると思います。続いてミスターミスタさんです。はい、我が家に住み始めてもうすぐ10年になりますが、先日排水管の詰まりが気になり業者の方に点検をしてもらいました。うん、すると管の中に白くて大きな塊があり、これが詰まりの原因でした。はい、白い塊はキッチンから流している油が排水管の中で冷えて固まったもので、うんうん、ちょっとずつちょっとずつ大きくなったものでした。はい、排水管をきれいにしていただいた後からは食後の皿についている油もまず紙で拭き取った後水で洗うようにしましたし、うん、時々バケツにお湯を入れて勢いよく流すようにもしています。はい、うん、突然詰まるんですよね。なんか環境にいいことをしてますみたいな雰囲気になってますけど、その拭いた紙をもまた油がついたわけで何も変わらないっちゃ変わらないんだよね。まあ出るゴミの量としてはね、うん、変わらないっちゃ変わらないですけど ね、 ね、だけどまあさ、うん、その食べ物とかでもさ、その無駄となっているものがいっぱいあるらしいじゃないですか。ね、はい、それ考えたらなるべくなるべく残し物がないようにとか、はい、みんなが心がけながら食べたりすることがいいことなんでしょうね。そうですね、うん、食品廃棄物をね、うん、なくしたりとかすることですよ ね、 ね、なんかほらあのレジ袋がさ、はい、なくなってやっぱどっかでちょっと不便と思うところもあるじゃないですか。はい、で何買ってもさ、その袋いりますかって聞かれて、うん、俺この間さ、明日からタバコが値上がりすんだよ。はい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 、なので今5カートン買ってんの。お、50箱あんのもう俺。すごい。で、はい、この間あの1カートンいただけますかって言ったら、あーちょっともう切れてますね、ここにあるのだけでいいですかって言われて、でなんかタバコがさ刺してあるところ、はいはいはい、パン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 、
9個ですね」っつって「はい、あそうですか」って「袋いります?」っつって「あいります」って言ったら「じゃあ3円です」「いや待って待って待ってワンカートンだったら袋いらなかったんだよ」っつって「お前んとこがワンカートンないからなんで俺が3円払わんじゃいけんの」っていうので。ですごく悔しかったから、袋いらないですって言ったらタバコ消えるすっげーもう滑る滑るタバコ払ったいやいらないですってもうムッキーになってさなんでそこでムッキーになっちゃうなんかカチンときたんだよね、まあまあ、気持ちはわからないでもないです10個が1個でなってるからワンカートじゃないお前んとこないから9個って買ったら袋いりますか3円ですよ待て待てコロナって本当タバコ押し付けてこないいや怖い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 でもそうですね、その後ね難儀しながら持って帰るっていう手間は3円以上あったかもしれませんね。いや本当もう滑る滑るもう9個がさ今週は油かたむらでお待ちしています、はい、さあそれではエンディングです。御前様クイズプレゼント当選者発表の時間となりました、はい、今週のテーマ油かたむらから私川村が出題をさせていただきました、うん、クイズのおさらいですがごま油、サラダ油、オリーブオイル、そしてアロマオイルなど、はい、私の家の中にはいろんな油があるなぁと改めて感じています、うん、そんな中で私は油に関することである悩みを今抱えています、はい、それは一体何でしょうという今日の問題でした、うん、正解はお手洗いの芳香剤の香りが好きじゃない。あーなるほどね、もうリスナーの方からね連絡が来ましたけど芳香剤に油が入っていませんということだったし、いやでも同じようにリスナーの方から教えていただいたのは石油由来の成分が入ってるっていうことで、まあ川村さんの意見と俺の意見は本当水と油ですよね。そうですね、交わることないので、もう平行線たどるだけなので、まあ言い合いしませんけども、はいはいはい、まあ番組終わった後一回ちょっとビンタだけします。怖い怖い怖い。残念ながら正解者いらっしゃいませんでしたので、はいはい、全ての方を対象とさせていただきました。では発表します。今日鎌狩物産から天人の模試をギフトセット3000円相当をラジオネームシノンのパパさんにプレゼントします。はい、そして日本行動の気分に合わせて選べる4つの香りの香ルーミークリーン&リラックスはラジオネームいちご大福さんにお送りします。はい、おめでとうございます。それぞれおめでとうございます。お昼前で恐縮ですが番組でおならルールというのが話題になりましたが、はいはいはい、ラジオネームじゅんじゅんさんです、うん、私たち夫婦は来年結婚30年を迎えますが、うん、私は絶対に夫の前でおならはできません、はい、意に反して勝手に出てしまった時もお前今へこいたろ絶対こいたろと言われても絶対にしてないと否定しています、うん、明らかにおならの音はしているのですが私は夫の前ではしないというマイルールがあるためこのやり取りになります、うん、そしてカレーのためこのやり取りも若干増えてきた気がしています。あでもそうなんだよね。それから元町元子さん、うん、ごめんなさいと私結婚はもう決めていた後だったとは思うのですが今の旦那が私の家に来て初めて、私の部屋で2人でいた時に、うん、無意識におならをしてしまいました、うん自分の家だから気を抜いてしまったのです。ああおならをしたのも自然で彼が笑い出すまで気づきませんでした、うん、とっても恥ずかしかったですがそんなことと笑い飛ばしてくれた人だからこそ今でも楽しく笑って過ごせているのだと思っています。いやそれさお前閉鎖だとかって言う人いないじゃん、まあ、怒る人はね怒る人それ、まあ、笑い飛ばし付き合ってる時にだって、うん、笑い飛ばあのさーっていう人はまあいないんじゃないの。いやでもさチクチク言ってくる人とかもいるんじゃないですか。したよねこの間さしたよね、うん、そういうのは嫌じゃないですか。俺も絶対言う絶対言います。俺言いそう川村とかも一生言います。あん時さつってちょっと鼻かいただけで言いますもんね、うん、鼻かゆい鼻かゆい、はあ、言ってきますもんね。気になるじゃないですかそれだけ見てるってこと。怖い怖いな今日番組中にちょっと私のお腹が鳴っただけでっていう目をされました。俺も今日はね喉がカーってなったけど言ってただから言ってました。人間の体はちょうど音が鳴るようにできてんだよね。そうですね、いろんなものがね、うん、いろんなねしょうがない、ほんとしょうがない、はいはい、ただやっぱね、うん、おならに関してはね、ただ別物ですよね。逆にだからた俺これ横山調べね、はい、横山調べだとそういうのも一応抑えてますよっていう、少なくとも俺もそうだからね、はい、俺トイレ以外ではしないから、で万が一違うところでしてたら、はい、出ちゃったってカレーによって出ちゃったっていうことでもあるから、まあ、そうですよね。そうやってそのぐらい、はい、もう全然開けっぴろげでオープンな夫婦とか
家族とかをどういうふうに築いていくのか作っていくのかが気になるのはなるよね、うん、マイルールがね、うん、そのご家族、ね、でそれをでも決して羨ましいとも思わないしで逆に言うとそうじゃないからその息苦しいとも思わないし、はい、それぞれがそれぞれみんないいのがあるんだろうなとかって、ね、塩梅がね、そうですね、生活をされてるわけですもんね。そうなんだからこの人とこの人が結びついて、はい、それが心地よかったら何でもいいわけです。2人がよかったら、うん、とりあえずはね、はい、だからそこのルールでいいんだけど俺は作りきらないよなそのルールっていうのがあってさ、あとね、はい、タロタロインコから今日は午前様様を聞いていますと。で、いろんな大変なことがあって、半年ぶりに番組を聞いています。懐かしいお二人の声にうるうるしていたら、なんと今日が河村さん最後とのこと。結婚ですか？寿退社ですか？と、涙がボロボロと出てきました。河村さんさよなら。そしてやっぱりこの番組本当に最高に楽しいです。はい、横山さんの軽快なトーク、河村さんの可愛いお声もさらにパワーアップしていて、とても幸せな気持ちにさせてもらっています。また、カメラさんがいなくなってもヘビーリスナーとして頑張ろうと思います。よろしくお願いします。いや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 、え、まあ、タロタロインコさん、え、聞いてくれてましたよね。タロタロインコ一連の流れを聞いてくださってましたよね。ごめんなさい、泣かせてしまったのであれば。涙出ました。いや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 、あとはバビロンを、はい、カメラさんご前様、8年目、まあ、7年目を終えたんですねと。いやそうなんですよ。ついこの間ご前様様ファミリーになった気がしていましたけども、早いですね。さようなら、3年前の10月に御前様4000回特番、はい、で山陽本線再開で最上駅で御前様様の本にサインをしてもらいステッカーもいただきました、はい、河村さんには結婚をせず5000回その先6000回と横山さんとずっと一緒に頑張ってもらいたいと思っていましたが、さようなら。ステッカーはどこにも貼れず保管をしていますが、もらったリスナーさんはあのステッカーどうされているのか気になっています。リスナーもさよなら。いやいやいや、まだまだいてくださいますよね。え、皆さん聞いてくださってましたよね。大体さ、カムさん結婚せずずっと続けてくださいって言ってるやつ、ずっと続けたりとかすると若いやつに移行したりするんで、ね、おいお前話違うだろ。寂しいぞ。また明日。失礼します。